日本サッカー応援ウィークデイ1スタート。イエーイ。はい、皆さんこんばんは。こんばんは、サッカーキング編集部のミッシーです。そして立花ゆりかです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回日本サッカー応援ウィークとしてまずは初日、ゲストをお迎えしております。はい、まずはですね、ロンドンオリンピックで日本代表をベスト4に導いた指導者で、現在ワウワウのサッカー解説者を務めてらっしゃいます関塚隆さんです。お願いします。こんばんは。よろしくお願いします。はい、そしてサッカージャーナリストの川地義行さんです。お願いします。よろしくお願いします。はい、というわけで、本日から、5夜連続でお届けしていくわけなんですけども、はい、ちょっとねセットも変わりまして。そうですね、普段とは違う、会場で、はい、お届けしておりますけども、まずねコメントがもうたくさん来てるんですけど、まずは、関塚さん、はい、フロンターレやりましたというのがね、来てますけども。早速来てますよ。やっぱりね、フロンターレのやっぱ攻撃サッカーは関塚さんが、まあ、礎を築いたっていうようなやっぱイメージもありますので、健吾選手の涙はどう映りました？いや、もう家でね、はい、ちょっと鹿島戦と両方をこう見てたんですけど、はい、まあ、決まった時はね、本当嬉しかったですね。そうですね、やっと、はい、はい、まあ、健吾はね、やっぱ現役時代にこう、ね、星がついたっていうのは、うん、まあ、チャンピオンになれたっていうのは本当良かったですね。そうですね、はい。そして川地さんは、もう現在大忙しと聞いております。そうですね、もうかれこれ3日ぐらい寝てない、まあ、ちょっと仮眠ぐらいは取れます。ありがとうございます、来ていただいて、ね、本日もね、はい、この番組前に西ヶ丘で、はい、E1 選手権今日から始動ということで、はい、そちらも取材に行ってきたということですけども、ね、はい、初瀬選手に話を聞いて、はいはい、どうでした？初瀬選手初招集ですけど。初選手初勝勝全然かけてないですよ。初選出初、はい、はい、でもね、なんかすごくやっぱり明るいので。そうですよね、いきなり溶け込んでる感じはあったんですけど、今日はでもコメントは真面目でした。あ、なるほど、うん、はい、だこれからどん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 トークがね、彼の、そうですね、はい、爆発していくんじゃないかなと。でそれをちょっと葉っぱをかけておいたんで。なるほど、ハリドホジッチ監督は喋る選手大好きだからアドバイスました。言っておきました、はい。あとあれですか、もう室谷選手と川本選手も、もう、うん、室谷選手もね、本当に今日、ね、合流で引き締まった顔で、はい、はい、一緒にランニングこなしてましたね、はい。まあ、舞台もホームスタジアムですしね、うんうん、はい、そうですね、はい。というわけで、まあ、本日なんですけども、まあ、金曜日の深夜に、組み合わせ抽選が行われまして、うん、まあ、そちらをまあざっと振り返りながら、まあ、注目国の、話を中心に、まあ、あとは、ね、関塚さん来ていただいてますので、まあ、世界で、日本代表が勝つならどうすればいいかというようなテーマで、うん、本日はお届けしていきたいと思います。はい、本日の、タイトル改めて紹介させていただきます。5夜連続で配信する、日本サッカー応援ウィーク、本日は関塚隆さんと展望、ロシアワールドカップ組み合わせ決定、優勝予想&決勝トーナメント進出はというテーマでお届けしてまいります。ワールドカップに向けて日本が世界に勝つためにはどうすればいいのか、視聴者の皆さんと一緒に、まあ、コメントもこちら流れてますので、うん、たくさんご意見いただければなと思います。あとですね、この、番組はですね、 YouTube、ニコニコ生放送、そして、ペリスコープ、3つのチャンネルで配信しております。ぜひ皆さんこの機会に YouTube チャンネルの、チャンネル登録のほどぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、それでは日本サッカー応援ウィークデイ1スタートです。日本サッカー応援ウィークはハイセンスジャパンの提供でお送りします。あれっていうね、勘のいい方はもう気づいてらっしゃるっていうね、どこかで聞いた声だなっていうのは、ぜひ先週ですか、先週火曜日のアーカイブ、お昼のねサッカーキングハーフタイム見ていただきたいなと、はい、思います。本日はですね、まあ、3部構成でお届けしていくんですけども、はい、じゃあまず、まあ、ラインナップというか紹介していきましょうか。こんな感じですね。はい、まずは、後ろ出てます、ロシアワールドカップをプロ目線で展望、まあ、ジャーナリスト目線、そして、まあ、元監督さんということで、うん、いろいろ展望していきたいと思います。そして日本サッカー、世界でここからワールドカップでどう結果を出すのかというところと、まあ、あとは関塚さん本日いらしてますので、まあ、いろいろと、まあ、ロンドンオリンピックの、はい、経験だったり、まあね、近況とかもいろいろ、はいはい、聞いていきたいなと、はい、思っております。というわけで、まずはロシアワールドカップを、まあ、展望ということで、うん、じゃあ組み合わせをちょっとまず改めて振り返ってみましょうか。はい、はい、組み合わせ、今画像出てますけれども、まず皆さんもうあれですか、抽選会はもう生で見られてでよろしいですか？
ライブで見ました、はい、やっぱり、まあ、試合もドキドキしますけど、うん、抽選会ももうそれに匹敵するぐらい、ね、ドキドキですよね。ドキドキしますよね。あれもやっぱ4年に1回の、まあ、大イベントなわけじゃないですか、うん、あともうこっから半年間はこの3カ国はもう頭から離れないでしょうね。いや本当にね、めちゃくちゃ詳しくなると思いますけど、もう早くも嫌になってますもうスタート、もうなどんだけ見てどんだけ書かされてるのもうこの3カ国ばっかりになっちゃってなんか全体見えなくなってるまあまずちょっと全体的な話からしていくと、はい、まあ比較的なんかばらけたかなっていう印象はあるんですけど、うん、そんな感じですかね。そうですね、うん、市のグループというかね、まあ、なかなか一つにっていうところはね、はい、グループ的には、うん、そうですね。まあそれね、今回やっぱり組み分けのね仕方をポットランキングでポット分けをしてからやったっていうところが、はい、すごくよく出たなって、うんうん、まあ、その中でねナイジェリア引いちゃったりとかねいろんなこうあやはあるんですけどす、ね、要するに実力があるのになんか親善試合とかの関係で、うん、ランキングが落ちてる国とかと当たりたくないみたいなのとか、うん、そうです ね、あとポット3なのになんかすごいやばいところに入っちゃったイランとかねアジアで唯一ポット3はまあイランで、はい、今回 B 組ということなので、まあ、スペイン、ポルトガルですよきついよね。ここ厳しいですね。はい、まあ、あとはやっぱり、まあ、日本がもう、うん、まず A3 で、うん、A 組の一発目で、うん、出ろ開幕戦出ろってみんな多分みんなねやってましたよね。怖い怖いって思いましたよね。でズコーでサウジ で、ね、はい、で最後の最後でね韓国か日本かってなってね。そうですね。いやーもうこの F にね、はいはい、まあ、あれですね、欧州がなんか被ったりして結構飛びましたよね、うん、あ、そうそうそう、一気にね飛んだりとかね、はい、入る枠がね、はい、そうですよね、限定されてたからね、はい、はい、でその中でもう本当2つで、まあ、ワールドカップも出る国はもうどこもきび、ね、グループは厳しいんですけど、うん、やっぱちょっとねドイツはちょっと別格かなっていう気はしますよ ね、はい、正直ね、グループリーグでね負けたことがね、うん、ないぐらいの、ね、感じでずっと来てますからね。7割ぐらいだったとしてもめちゃくちゃ強いだろうっていう、はい、イメージはあるので、うん、結局抜かない方法を知ってるんですよね。抜きながら抜かない方法っていうか、うん、要するにピークには持っていかないんだけど、それが変な緩みにならないで、うん、ちゃんと戦って、うん、そうですね、でも全力は使い切らないでグループリーグ突破して、うん、そこから抜けていくとか、あと選手層がいいですよね。そうですね、23人誰でも使えるようなね、100人ぐらいいますよね、多分今のドイツ代表いやいやもう本当に何チームも作ってそこで戦いますって言ったらドイツが一番かな今、うん、そうね、ブラジル以上かもしれないですね。はい、コンフェデをね含めてね、はいはい、もうコンフェデね選手層がね、はい、広がった感じがします ね、主力組もねうかうかしてらんないってなります。そうですよね、うん、コンフェデがまあ言ったらなんか結構最初はなんか B 代表みたいなこと言われてましたけど、まあ、バーグナーとかも主力中の主力みたいになってきましたもんね、うん、まで言うとやっぱり最後暑いですね、うん、申し訳ないですけど韓国出ろって日本出ないでって願いましたね、はい、本当、ね、だって絶望的な気持ちになっちゃ思いますもんね、これいやゼロじゃないんですよ、もちろん、はい、もちろん、うん、ね、前回のコスタリカみたいにねイタリア、ウルグアイ、イングランドと入って1位突破とかもあるんで、うん、ゼロじゃないけどやっぱりここ入っちゃうと、そうですね、ここ気持ち的にね半年間しんどいですよねそうですね、はい、まあ、あとやっぱり、まあ、ドイツもそうですけどメキシコとかも結構日本なんかちょっと苦手なイメージ、苦手だし、あと6対大会連続ね、ベスト16進んでたりとかね。そうですね、うん、やっぱここドイツメキシコに入っちゃうと、だってもう要するに6大会ぐらいこのドイツメキシコは常に決勝トーナメントいるわけですよ、両チームとも、うんうん、そこを崩すっていうのも苦しいのにさらにスウェーデンがいるっていう。そうですね、はい、じゃあまあ簡単にグループから振り返っていきます、はい、まずは A 組、まあ、ロシア、サウジアラビア、エジプト、ウルグアイと、うん、いうことで、まあ、ポット A1 が、はい、まあ、開催国のロシアでもすでに確定していたと、うん、でまあ、その中でも、まあ、ウルグアイなんかまあポット1入ってもおかしくないような国もありますし、エジプト、サウジアラビアはまあ非常に力のある組なんでね。で開幕戦が、ロシア対サウジアラビアっていう、うん、FIFA ランクでいうと一応最下位決定戦っていう、うんはい、形なんですけども、このグループは、まあ、やっぱりちょっとウルグアイですかね、実力的には、うん、そうですね、うん、あとはやっぱりちょっとロシアは開催国とかがあるとやっぱりちょっと予選がね詰めなかったりするので、うん、まあ、その中でちょっと調整とかはまあ難しいのかなとは思いますけども、川内さん、まあ、でも可能性はね、うん、そうですねこれ関さん、スーロンとかでなんかやったこととか、モロッコとかじゃない、エジプトとかってなんかありましたっけ。いや、エジプトは、はい、札幌でも親善試合でも呼んだし、はい、
それからトゥーロンでもね、トゥーロンでもね、はい、決勝トーナメントかけて、はい、あの最終戦をやりました、うんうん、非常に力をねつけてきてる国なんでね、あの育成のこういう年代からね、うんうんうん、まあ、今コメントもありますけど、やっぱりちょっと今のプレミアリーグ見てて、ちょっとサラちょっと別格すぎますよね。別格ですね。早すぎますよ、ね。ワールドクラスのね、本当にね、5市に入るぐらいの、ね、ところになってきましたもんね。サイドアタッカーとしてね。はい、うん、なんかもう今レアルっていう話がついに出ましたけど、本当それぐらいのね、なんかちょっとレンタルとかいろんなところたらい回されてましたけど。その中やっぱ実力はありますよね、エジプトは。もう半年ぐらいこのパフォーマンス続けちゃうと本当にあのバロンドールの、ね、候補のね、そうですね、まあ、慣れるか分かんないけど、少なくともああいうところの候補に、ね、うん、入ってくるようになりますよね。そうですね、まあ、ここも結構まあ実力で言うとだいぶ、まあ、ロシアが、ね、どれぐらいの完成度っていうのはちょっと分からないですけど、やっぱり、ね、開催国なんで、やっぱ抜けたいっていう、ね、思いはあるでしょうしね、はい、じゃあ B 組見てみましょうか。 B 組は、まあ、やっぱりあれですか、開幕戦、まあ、B 組の開幕戦ですけども、ポルトガル、スペイン、うん、いきなりここはやっぱちょっと抽選会のなんか最初の山でしたよね、うん、ここっていうところでしたよね、うん、最初ね。これ二強二弱って言われてますけど、これ白黒があの開幕戦でじゃない初戦でついちゃうと、そうですね、これ負けた方が結構やばいね、うん、ちょっとこれもうどうしてもあの勝ち点3をもうモロッコかイランに取るしかなくなるんで、うん、そうなってくるとワンチャンこう目が出てきますよね、モロッコとかイランにも。そうですね、まあ、あとやっぱりスペインでいうと前回大会の開幕戦は、まあ、オランダでしたけども、あれで、0対5 1対5でしたっけ、1対5ですね。でもう大敗して、もう結構ショッキングというか、もうオランダがもう堅守速攻ですごかったですよね。ロッペンが時速何キロかちょっと忘れましたけど、とんでもないね、そうですね、発揮してみてね、はい、あれちょっと衝撃大きかったですよね。まあ、そう考えると、はい、まあ、リベンジっていう、ね、うん、意味合いでもちょっと前回ワールドカップは不本意だったので、うん、はい、ちょっとスペイン代表のメンバーちょっと見てみましょうか、うん、はい、はい、まあ、もう、いやシャナ選手はそうそうたるメンバーだよ。そうなんですよね。関塚さんはあれですね、ワウワウで、まあ、リーガ中心に解説されてますけども、はいはいはい、スペイン代表どうご覧になってますか。いや、だいぶこうね、戦力的にもそれからこう広がってきた感じをね、うん、受けますし、若いのもすごくこう出てきてますからね、うん、今やっぱりまあリーガでいうと、まあ、バルサ、レアルの選手がまあ中心というのは変わらないでしょうけど、まあ、最終ラインなんかは。そうですね、あとはだから今プレミアでやってるシルバー、モラッターがね、うん、まあ、向こうで活躍してますし、まあ、これはもう強いですね、はい、間違いないですね。イスコがいて、このあれにはね出てないけど、あのバイエルンミュンヘンの、はい、ね、アルカンタラ、チアゴ・アルカンタラ、はい、アルカンタラもいるし、まあ、やはり豪華なメンバー揃ってますよね。あと、まあ、スペインでいうと関塚さん、ロンドンオリンピックの時に出てた選手とかもいますよね。イスコは出てますし、デヘアとジョルジ・アルバと出てましたからね。いや本当にですね。あの試合は本当に今でもちゃんともう鮮明に覚えてるというか。そうですね。はい、衝撃はありました。ただね、あのやっぱりイニエスタがどうかっていうのが、なんか、まあ、全体的にやっぱ強いんですけど、でも彼のコンディションとか出られる出られないによって、あのもうポテンシャル高い選手はもういっぱいいるんだけど、うん、ただゲームコントロールっていうところで、あのイニエスタがずっとこうどのぐらいのコンディションでいけるのか。で仮に出られなくなった時にそこを埋める選手がどうするのかっていうところは、うん、まあ、一つポイントになるかなと思います。まあ、これはあの一応ここ10試合ぐらいのやつをまあ総合的に見てこんな感じだろうぐらい作ってるんですけども、うんうんうん、まあ、これで控え選手とかで、まあ、ジエゴ・コスタとか、まあ、ペドロとかそういう、ね、ね、はい、好きな星のごとく、ね、いますよね。そうですね、はい、選手層はまあ、熱いですし、まあ、ロペテギ監督になって、まあ、ちょっとやっぱり前回大会で沈んだ感じありましたけども、うん、まあ、非常に持ち直してきたかなというようなところですよね。まあ、センターバックがね、なかなかやっぱりスペインのところは新しい選手がね、プレイヤーがこう、そうですね、あの、はい、強いてあげるとね、そこがあの外国人の選手になっちゃってますね、バランとかね、そうですね、あのそこの、 あのスペインリーグでもね、主力に、ね、なってくるような若手が、うん、しっかりやっぱりボールをね前に預けられて、そして、うん、あの守備もねできるというところのプレイヤーっていうのは、うん、なかなかこの代表に
ぱり食い込んできてないなっていうのは印象はありますけどね。確かにね、はい、またやっぱラモスと、まあ、ピケにとって もう年齢的にも、まあ、ラストチャンスかな、うん、だからねこれが終わってでどういう結果になるか分かんないですけど、次にそのセンターバックのところにどういう選手がスペイン入ってくるのかとかね、うん、そうですね、そのためにもあのこう23人枠の、ね、控え選手とかもちょっと注目ですけどね。そうですね、うん、ここはもうメンバーね、選考も含めてですけど、うん、またやっぱポルトガルは、まあ、欧州王者として、まあ、スペインねポット2ですからねこれ、はいはい、そうなんですか、ポット1みたいな当てちゃったってね、あのポルトガルがね、そうですね、引いちゃったってスペイン引いちゃった、はい、やっぱりユーロ、まあ、2016、まあ、開催国フランスが優位って言われてる中で、まあ、ちょっとダークホース的な感じで勝ち上がり、うん、またねクリスチアン・ロナウドがやっぱ国際代表でのタイトル取れないみたいなこと、ね、うん、なかなかレアル・マンユーでは取りましたけども、そうですね、まあ、ポルトガルは、まあ、今のポルトガルって結構こう強者に強いというか、うん、あのフェルナンド・サントス監督が割とこう、まあ、弱者の戦い方って言っちゃうとなんかあれなんですけど、やっぱりあのこうしっかり守備から入って相手の隙を作って戦い方ができる反面、こう引かれた相手とかのに結構苦しむんですよね。そうですね、あのユーロの時もね、あのかなりグループリーグ苦しんで、うん、そこからね相手が強くなるほどなんかこう強くなってきた。そうですね、やっぱ、まあ、負けないっていう印象ありますよね。負けないっていう印象が、はい、だからフェルナンド・サントス監督、前回ギリシャ、そうですね、はい、率いてましたし、まさにね日本がやられたっていうかね。そうですね、あれもちょっとね人数向こうが退場して逆に難しくなったみたいな、ね、まあね、それもありますけどね。ただ本当にそういう監督なんで、本来攻撃好きらしいんですよ。あ、はい、本人もそうやって言ってるんですけど、はい、でもやっぱり結果出すための現実をしっかり見つめて、それでポルトガルにタイトルもたらしたっていうね、うん、そうですね、はい、まあ、ロナウドも年齢的に30ですか、うん、31、うん、なので、うん、まあ、そうですね、最もまあいい時期で迎えられるのはまあブラジルと今大会かなというようなところですよね。まあ、でも中盤とかやっぱり豪華ですよね。うん、そうですね、はい、ジョン・モーチーニョ、ウィリアム・カルバーリオ、うん、まあ、ベルナード・シューバーもまあシティに移籍してね、うん、まあ、日本の皆さんにも結構まあ馴染み深くなってるのかなと思いますけどね。だからね、あのロナウドのチームって思われがちですけど、うん、シルバーがやっぱりあのこうそういう時にこう独力でね打開できるというか、そうですね、あのそういうの持ってるので、うん、ロナウドが止められてもそういうところからね、またこうこじ開けてってみたいなのができますからね。そうですね、ある程度守備をちゃんとしながら、あとジョアン・マリオもなんか最近調子いいですよね。ですね、インテルで一時期ね、はい、あまり良くない一時期ちょっとねこれはやばいなっていうね。ロナウドもね、うん、あのサイドからね、うん、スピードでこう行くっていうよりも今もうそうですね、ボックス内でね、はい、こう、まあ、高さを、ね、うん、こう合わせたりするパスもワンタッチでね、うん、シュート、はい、まあ、ちょっとそういうところでも、うん、役割的にもちょっとプレあのレアルマドリードでもね変わって、うん、スタイルがね、そうなんですよね、そうですね、だからね、まあ、その辺の生かし方っていうことだと思う、はいはいはい、だからあのサントス監督も最初のうちロナウドをこうワイドで使ったりしたこともあったんですけど、うん、もう固定するようになりましたよね、うん、結局、ね、守備をするために誰かがこう行かなきゃいけないとか、うん、あの、うん、ベンゼマみたいなことを、ね、センターフォワードなのになんかサイドが持ってるサイドが残ってるなるんで結局だったらもう残してあのもうねこうチェックメイトをする役を、うん、はい、してもらおうっていうね感じがすごい、ね、出てて本当バランス取れたチームだなって、ね、だから普通にポルトガルスペインっていうとあこう力だけで言うとなんかなんとかなりながらも結局スペインが行きそうだなっていうなんか、ね、予想になりがちですけど今回はこの監督がすごく戦略家なの で、 そうです、ね、はい、まさにあの関塚さんみたいな、はい、では続いてグループ C 見てみましょうか。グループ C は、国の一覧出ますか、はい、こちらですね、はい、フランス、オーストラリア、ペルー、デンマークというような4カ国ですけども、やっぱりフランスですか、ここは最有力候補というか。多分、これあの普通にこう伝統的に言ったらドイツの方が安定してるとか抜きにして今回大会で一番硬いのフランスかなと思います。そうですね、グループリーグは、うん、はい、あの組み合わせも含めてね、あとやっぱ、まあ、ペルーもデンマークもオーストラリアも、うん、ここねプレーオフで勝ち上がってきたチーム、ちょっとね苦戦はしましたけどやっぱ実力ありますよね、はい、もちろんあれですよ、あの練習場とかでなんか揉め事とかなければですよ。この国はほらもうフランスの話しないでください。お家芸がね大体に入るまでがね、はい、一番本当ですよね、本当そこがオフザピッチにむしろなんか敵が、はい、最大の敵はオフザピッチである。
あでもこれ中盤すごいな、はい、中盤これなんかねこれいっぱいいるみたいですね。あのフランスの詳しいあの方によると、うん、もうこの次のクラスがもう本当にこう10人以上とかいて、うん、ある押したいんだけどこの3人がすごすぎて押せないっていう我々が知らないぐらいでそれはね、はい、もう間違いですよ。もういっぱい本当はいるんだって代表クラスが。なるほど。でもそれでもこの3人がすごすぎて押せないっていうぐらいまず鉄板でいてでも控えもすごいっていう、うん、はい、まあここね名前載ってない選手もたくさんいますけども、うん、そうなんですよね、はい、でねあのムバッペ、エムバペっていうね、はい、はい、これはねもう本当に大注目ですよね。そうですね、まあ、今年、パリ移籍してでもやっぱり移籍しても実力は変わんないなというか、もうなんかもう前からいたぐらいの感じですけどね、はい、はい、ではグループ D 見てみましょうか。はい、グループ D はアルゼンチン、アイスランドが初出場です。でクロアチア、ナイジェリアと、ここ一番あの死のグループっていうのは今回ないと思うんですけど、うん、一番4つとも出る可能性のある、うん、ね、うん、あので、特徴が全部違うんですよね。そうですね、もうなんかこう真反対のアルゼンチンとアイスランドから逆に今度横になんかずれてるからクロアチアなんてこんなもう東西南北のすごい異文化対決、まあ、だいぶ前色濃くそれぞれ国のカラーあるって感じ、うん、いやもう本当ここで最高に面白いと思います。だから日本の応援とか抜きに、うん、で特にその応援してる国がない人は、うん、もう D を見てほしい、はい、一押しの一押しのグループですね。ここは楽しいですよ、うん、面白そうですね。まあ、あとやっぱアイスランドが今回初出場、まあ、初出場はね2カ国ということですけども、いきなりねアルゼンチン、まあ、ちょっと予選では苦しましたけども、うん、やっぱり逆に苦しんだ分強そうっていうね、なんか逆にね33万ね、うん、人口33万の、そうですね、国がね、はい、出場してますからねメンバー出てますけれども、あ、じゃあアルゼンチン見ましょうか。はい、こんな感じですね。はい、アルゼンチン多分これ予選用じゃないですか。そうですね。でも本大会用に今3-3-3-1っていうのやってるんですよ。おー、あの2002年の時にビエルサがやろうとしてちょっと大失敗した3-3-3-1 になった場合頂点は誰になるんですか。イカルディですか。そうですね、はい、あとアグエロとか、アグエロですね。アグエロかイカルディ でメッシをトップ下に固定して守備の負担軽くしたいと、うん、で結局サンパオリさんってやっぱりね、あのセビージャとかで見ててもお分かりでしょうけど、もうものすごい運動量とハードワークで、本当はメッシみたいな選手って入れちゃいけないようなところでやってるけど、でも入れるじゃないですか。そうですね、ってなるともう真ん中しか置くところないんですよね、うん、特にトップはやらせると、トップってサンパオリさんってすごい守備を逆に要求するんで、そこにメッシを置くわけにもいかないしってなるともうトップ下しかないし。そうですね、まあね、うん、サンパオリさんも、まあ、ちょっと、うん、もうバトンを受けたタイミングがもうむちゃくちゃの時だったんで、うん、そう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 、だからまあこれで、はい、はい、この時もでもなるべくこうメッシの守備を負担軽くするためにやっぱりディバラが下がったりとか、うん、ね、結局なるじゃないですか。だったらもう 3-3-3-1 にしてそこの 3-3-3 のトップ下真ん中のところにメッシ、うん、王様を置いてその周りでみんながこうぐるぐるやるっていう形を今トライしようとして、でもなんかナイジェリアに4点取られたんで、ハマるかどうかはちょっと分かんないぐらい、はい、そうだから、うん、そうちょっとね冒険家なんで、本当に優勝まで行っちゃう可能性もあれば、本当ここ でしかも今回対戦相手すごい結構くせ者ばっかりなんで、うん、どうですかねアルゼンチン、関田さんこれ見てて。いやいや、この前の3人 の、まあ、あの攻撃のね時はいいけど、うん、やっぱこうトップスピードカウンターで持っていかれた時っていうのはスペース生まれると、まあ、ちょっとウィークがあるかなっていうので、ナイジェリアとかね、あの辺でこう抑えられて持っていかれるとそうですよねっていう感じを受けますよね。うん、でもね、やっぱ3バックのね難しさっていうのを特にスペースがどうしても生まれてくるんで、引きルドーサイドに引きつけられてこう離されるとね、はい、しかもすごいボールサイドに行く3バックなんですよ。もうみんながこうガーっていくんで、うん、あの空いたスペースはこうディマリアとかが 3-3-3 のウイングの位置からサイドバックまで埋めるんです。しなきゃいけないからね、その負担。ディマリアでもハーハーハーしたから、だからディマリアは多分1試合持たない、あ、違う違う、1試合しかこれ例えば頑張っても持たなくて、だから大会中ウイングの2人が持たないと思うんですよ、うん、そうするとそこにあの代わりになる選手も置いとかなきゃいけないし、で代わりになった選手がそれディマリアの代わりがじゃあできるのかとか、うん、そこの選手層もすごい注目になってくると思います。
まあ、ウイングといってもなんか本当に本職ウイングというか、うん、まあ、インサイドハーフみたいなタイプのジェアという、ね、うん、選手ですね、はいはいはい、そうですね、はい、では、グループ E ですかね次は、はいはい、グループ E は、うん、お願いします。ブラジルいますね、はい、まあ、やっぱりちょっと僕は、ブラジルに住んでいた経験があるので、うん、まあ、ブラジルセレソン大好きなんですけども、うん、あ、ちょっとね、初戦スイスっていうのが結構怖いなっていう印象は受けました。わかんないですね、はい、やっぱり予選で非常に好調だったっていうのは、まあ、皆さんご存知だと思うんですけど、11月の親善試合でイングランドと対戦したんですよ。その時に結構引かれて、で結局試合、0対0だったんですよ。そう考えると結構スイスとかってちょっと手堅いチームっていう印象あるので、ここね、いきなり初戦っていうのはちょっと嫌だなっていう、聞かれるとちょっと、はい、スイスってもう完全に対強豪、対同格、対格下って全部戦い方変えてくるチーム、うん、そうですね、まさにね、うん、だからもうブラジルに対してそんな前から行くわけがない。そうですね、もうある程度持ち込んで、まあね、スピードある選手とかもいますし、カウンターみたいな、ね、もう一発をね、うん、ありますね、はい、スイスメンバー出てますけど、やっぱりね、まあ、プレミアリーグとかでやってる、ね、ね、まあ、ブネスリーグとかでやってる、まあ、悲しいかな、トップがセフェロビッチとか、うん、やっぱり そこがいないんですよね。そうですね、本当の意味での、フライみたいなね、前世紀のああいう選手が今スイスいないんで、うん、まあ、でもやっぱり大塩さんね、勝ち抜いてきてるわけですし、はい、まあ、実力はもちろんありますけど、うん、ちょっとブラジル見てみましょうか。まあ、やっぱりちょっと前回大会がちょっと悔しすぎたので、僕その時ブラジルにいて、ちょっと7対1の時に、はい、見てた、実際見てた、はスタジアムではないですけども、まあ、近所の人たちとみんなで見てたんですけど、うわって言ってなんか嫌な悲鳴、あれは信じられなかったですね。もうその前までみんなで肉とか食いまくって、イエーイ明るい感じでやってたのに、はい、超楽しんでたんですけど、っていうので、なんか僕の近くでなんか爆竹がバーンなったりとか、花火上がったりとか、ね、本当になんかとんでもねえとこだなっていうか、はい、すごいところを本当にブラジルで見てしまったなと。天国と地獄を、次の日のブラジルの新聞全部買いました逆に特別ですよ ね、そんなの、こんなことはもう二度とないんじゃないかなっていう、ブラジル強、あ、じゃあドイツ恐怖症ですけども、ね、その時にミスしたね、フェルナンジーニョね、しばらくね、そう代表でねなかなか立ち直れなかったですもんね引きずっちゃいますね、あんだけクラブで活躍してるのに、はい、でもやっぱりチチ監督、まあ、非常にうまいところがメンバーをある程度固定しつつチームを作って、でもその中でもまあ競争を促して、まあ、予選でいうと、まあ、アレックス・サンドロとかもう全然選ばれてなかったんですけど、もう2番手とかになってますし、ダニーロもこの間良かったですし、ジュリアーノも良かったしと、まあ、ここも、ね、23人の、まあ、サッカー王国と言われるぐらいの国で、その23人入るっていう戦いが本当に、まあ、名誉ある、ね、そうですね、ことですし、そこのバトルっていうのがまずありますよね。そこをね、いろんな売り込みとかあるじゃないですか、はい、それを排除してフラットに選べる立場の監督ってなかなかブラジルで少ないじゃないですか。そうですね、多分数少ない一人ですね、チッチさんでね、本当に人心、なんかいろいろ売り込んでくるってあるとかあるじゃない、例えば、うん、その代表に入れば海外のクラブに高く行きやすいとか、うん、それ代理人とか売り込んでくるんですよ、ブラジルっていっぱい、はい、一人一人がもう会社みたいなもん で、うん、でそれを跳ねのけてちゃんとドライに選べる立場の人ってなんか本当少ないですよね。そうですね、だまさにその一人なのかなっていう、これ関さん、このチチさんみたいな立場でこれだけのこうタレントのタレントっていうかこうガナ強いね、うん、やつらをこうマネジメントするとかってイメージしてると思う。いやもうずいごんさんに聞いたほうがでも本当今ね、うん、ピッチの中でこうプレイヤーや選手たちがねストレスなくこう、うんうん、ダブルプレーしてるっていうところが、うん、まとまりがね、そうですね、持てるっていう、そのマネージメントが素晴らしいなっていうふうに思ってね、うん、確かにそうですね、うん、やっぱり誰かにこう、はい、ネイマールが攻撃になると誰かが負担がなるかかってとか、うん、そういうところでこうストレスがかかってくるんだけど、うん、まあ、非常に今この11人がね、うん、ストレスなくこう、うん、プレーしてるなっていうのがね、すごく印象になるんで、うん、まあ、期待持てるんじゃないかなっていうふうに思ってますね。だって日本戦でも、うん、なんかブラジルのやる気がどうとかってなんか日本側から言うと言われてましたけど、でもネイマールがプレスバックしてるぞとか、そうですね、やってましたよ、すごいですよね、まあ、バルセロナでもね、はいはい、左のところ行って、はいはい、メッシとね、うん、スワレスといる中で、はい、彼はやっぱり左サイドでこう、そうですね、しっかり
起陣して、そこから、うんうん、あの左でね、左サイドで攻撃に出ていった、うんうん、まあその役割っていうのはしっかりできますから、はい、それを代表でも同じようにやってますからね、うん、やってますよね、うん、まあ、それをやらせてるその、まあ、チッチさんのね、うん、ところもあるし、本当なんか負けず嫌いですよ、うん、ネイマールは。あー、うん、やっぱもう国のね、うん、あれでもこう金メダル取りたいっていうのも、うん、ちょうどオリンピックでも ね、初のオリンピックが、そういうやっぱりこう前面にね、うん、あの出していくプレイヤーですね。うん、まあ、あのコメントでもあった通り、もうじゃブラジルにあの、まあ、日本戦見てた限り、うん、もうカウンターの鋭さがもうね、えげつなかったじゃないですか。えぐいですね。日本のカウンターなんてカウンターじゃないでしょ。いや本当のカウンターを見ると強豪国に早いですよね。あれやられたらちょっともうお手上げかなっていう、止めらんないよってね。でもね、本当ブラジルって今ねそれ持ってますからね。そうですね、はい、技術に溺れないっていうところもねすごいありますよね。まあ、唯一懸念点挙げるとしたら、僕はやっぱりカゼミーロの控えがフェルナンジーニョかなっていう、やっぱちょっとそこの中盤センター3人がもうあのすごい固定して、ずっとこの3やってるんだけど、ちょっと誰か1人かけるとかってなるとちょっと厳しいのかなと。確かにあの能力高い選手は本当はいっぱいいるんだけど、はい、この前の日本戦 の後半でも見られたように、こう交代で入ってくる選手別にやる気ないわけじゃなくて、入っていけないんですよ、なかなかね、なかなかリズムとかね、このリズムに、はい、だからやっぱりあの個の能力はあったとしても、これあのなでしこジャパンとかでもよくあるじゃないですか。結構能力高い選手とか呼ばれるんだけど、あの三山とかね、サワーとかの中に入っちゃうと、やっぱりこう萎縮しちゃうのか、なんか入っていけないのかっていうので、この今のブラジルのやっぱりメインのこのスタメンの選手たちがすごすぎて、そこになかなか割って入れないんですよね。で、あの交代選手も大体決まってるんで、そうですね、3、4人のね、はい、まあ、それぐらいそこはね、バリエーションが難しいですよね。感覚ですね。はい。では次のグループ見てみましょう。グループ F なんですけども、うん、ここにまあドイツがいるということで、まあ、仮にまあブラジル、ドイツどっちかが、ね、うん、2位とかになると、うん、もしかしたら決勝トーナメント1回戦という可能性があるっていうね、うん、はい、まあ、やっぱここはドイツですか、まあ、注目国というか、まあ、優勝候補、うん、まあ、連覇というのかかってますし、まあ、筆頭ですよね。だからまあそうですね、もうそれは間違いないんですけど、うん、でもまあイブラヒモビッチがね出るか出ないかっていうね、ちょっとどうですか、個人的にはなんかあんな綺麗な終わり方だったんで、ちょっとここで出てきたらちょっと、ああ、まあそうか、キャラ的にもまだ彼抜けてなんかチームが頑張って出場をね、はい、決めたっていう感じ、それはすごいあるんですけど、ただ本戦 ね、本戦ではね、でこのドイツとかメキシコを打ち破るってなると、うん、やっぱそういうなんかこうね、ブレイクスルーできる選手っていうか、なかなか、ね、違いを見せられる選手っていうと、うん、やっぱちょっとベリとかトイボネンだと厳しいじゃないですか。うん、だから保守ベリだと、まあ、時間限定でね、はい、そういうプレー、そういうのがね出てきたらっていうのはねちょっとねありますよね。うん、だから大体ねスウェーデンってやっぱ守りも堅いですけど、だからこのメンバーだと攻撃パターンが大体決まっちゃうんですよ。この保守ベリっていうのはフォルスベリーがあのもうカットインで。狙っていく、いかにねそこにつなげていくかっていうところに結構限定されちゃうんで、もうちょっとねあのこう中盤からのミドルシュートとかで打開できればいいんですけど、なかなか、だからどうしても固い試合になる、うんうん、だそうなってくると結局ドイツともいい試合してもなかなか勝ち切るところまで難しいとか、セットプレー頼みとかになってくるところに、だまあ本当にそういうイブラヒモビッチみたいな選手が入るのか、あるいは新星が出てくるのかとか、うんうん、そうですね、はいはい、じゃあドイツ見てみましょうか。はい、もうドイツの、ね、イレブンをなんかもう、うん、泣く泣くない選んだというかもうね、うん、まだまだいろんな選手いますけども、他にもいろんな選手いるでしょう、選べないよって ね、 ね、そうですね、あとやっぱりドイツでいうと、まあ、ミュラーがちょっとワールドカップ歴代、うん、最多得点ペースですよね、うん、現時代、うん、10年14年でほとんど5点ずつですか。で、まあ、クローゼさん、まあ、自国の、まあ、先輩ですけどもが記録持っていて、それも抜きそうなぐらいの勢いもありますし、うん、ワールドカップ男みたいな、ね、イメージもありますよね、はい、その中で本当に先ほどまあ話し合った、まあ、コンフェデ組と言われてた選手が、まあ、うまくまた入り込んできたり、まあ、本当に、ね、もう2番手3番手でもう本当に他の国だったらレギュラーで出れるぐらいの、うん、はい、特にまあゴールキーパーとか、まあ、ノイアーねちょっと今怪我してますけど、手足提言とか関塚さん最近ちょっとすごいですよね。いいですよ、はい、もう本当に好調ですよ、うん、あ、まあ、なんか初期は結構、まあ、
パスセンスとか足元がみたいなことをやってましたけど、やっぱりゴールキーパーとしてのまあそのスキルも高いなっていう、まあ、特に今シーズンなんかはちょっとね、まあ、バルサもそれだけのゲームをこなしてますからね。そうですね、やはりこう攻められてる時も多いので、うん、まあ、それをこう本当にあのスーパーセーブもねだいぶこう増えてきてますし、そういう面では本当にこう力つけてきてるんじゃないかなというふうに思いますね。はい、まあね、本当にドイツはその選手層、まあ、ブラジルも選手層は厚いんですけど、うん、ドイツの場合はこう代表としてのね、こうその誰を選んで起用してもそれなりにはまるっていうところが、そのブラジルのこう占領役者みたいなところで比べるとよりこう戦術的に統一されてるから入りやすいですよね、うん、控え選手が、ね、確かに、だから誰かに何かあっても、まあ、ある程度は埋められるっていうか、うん、まあ、ミュラーだってね、あの右サイドだけじゃなくて、はい、そうなんですね。前もできるし、はい、相手の試合によってもね、はい、そのポジションもいろいろこう変化も出ますからね。はい、マルチロールなね、うん、選手もねいますよね、何人もね。うん、私今コメントもあったんですけど、ね、ザネとか、うん、まあ、ちょっとプレミアリーグで流行っと思ってね、シティの試合とか見てると、うん、そこ途中からとか出てきたら、あ、いますからね。ゴレツカとかね。ゴレツカもいますね。いいですね、シャルケで。はい、うん、いやー、ここはちょっと、まあ、優勝候補人ですか、ドイツは。選手層も含めてね、考えるとね、はい、だから日程がねちょっとね後ろの方になりますけど、それでもやっぱり23人フルにやれるんで、うん、そうですね、はい、はい、ロイスもね、まあ今ちょっと怪我がちですけども、うん、では次の地理的なところも、ね、はい、そうですね、ドイツで、ね、はい、はい、うん、はい、うん、うん、では次のグループ見てみましょう。グループ G です、はい、はい、まあ、ベルギー日本代表もこの間やりましたし、まあ、イングランドパナマ中ニジアとなっております。うーん、注目国はやはりベルギーですか、ここは。まあ、イングランド、そうですね、あのイングランドがただあのこう爆発力っていうか若い、うーん、育成年代では今年、はい、うん、17、20、すべてこうチャンピオンになってるんですよね。そうですね。あのレベル高いんですよ。はい、高いですね。だから本当の意味では次の大会が本当に楽しみ。うん、ただ今回もあの大会の中で成長して、そういうのもねありますよね。はい。まあ、でもケインがね、うん、本当好調ですしね。そうですね。一つターゲットがこうできてるのが多いんじゃないかなと思うんで。いやね、本当にね、でも新しくなりましたよね。確かに。はい、そうですね、はい、若い、ケーヒルぐらいですもんね、だってこの辺でね、そうですね、ずっとっていうかね、ケーヒルハート、ハート、あ、ケーヒルハートですね、うん、でもその辺だってね、突き上げありますからね、うん、あとやっぱイングランド結構まあプレミアリーグのねファンの方も多くて、まあ、期待してらっしゃる方も多いと思うんですけども、うん、やっぱちょっとなんか最近突き抜けてないなっていう、なんか予選は結構強いけど本大会になるとみたいなね。だからその辺があの若い選手たちがどれだけ大会の中も含めて、これから半年もそうですし、うん、でこの中に入ってない選手もまた出てくるでしょうし、そうですね、そういうなんかこう流れっていうのを呼び込むと、もしかしたら行くところまで行くのかなっていう期待はあると思います、うん、勢いに乗ったらというところですね、はい、うん、はい、じゃあベルギー見てみましょうか。まあ、もうベルギーも、まあ、プレミアリーグ選抜みたいな感じですけども、うん、はい、そうですね、まあ、あとはなんかシステムに選手がちょっとね、プレイヤーたちが少し本当に 3-4-3 でいくのかっていうところをね、なんかね、言ってますね、出てたりするから、はい、でもデブライネやアザールとかね、ルカクっていうのはもうこの3枚揃ったら攻撃力がすごい、強烈ですよそうですね、この前線のね爆発力はね、はい、はい、まあ、3バック、まあ、日本戦はちょっとまあ参考になるかどうかちょっとまあ微妙なところかもしれないですけども、まあ、やっぱりちょっとブラジルとベルギーとやっぱ2連戦を見ると、うん、やっぱちょっとそこは差があるのかなとは思いましたけど、そのそうですね、はい、ちょっとその3バックは本当にこのベストメンバーのこの3人じゃないと、うん、1人でも欠けるとかなり落ちてくるっていうのはなんかあるので、だからまあちょっとね、あの選手層はね、だその割に3バックなんですよ、ね、カラスコもね、あそこ1枚だとちょっと苦しいんですよね、はい、あ、そうですね、でそこ、うん、まあ、シャドリーとかね、うん、いるんですけど、うん、はい、ボランチから中央からやや、ね、うん、ね、前の方が彼もね、はい、そうですね、はい、あ、確かにカラスコも本来ね、セカンドトップのところの方がね、うん、あの守備の、ね、ところと負担やる、うん、やるけど、うん、攻撃にね、パワーがなかなか残せない、攻撃的な、ね、布陣っていうかね、確かに、うん、ムニエもね、ムニエもね、すごい推進力、はい、はい、いや、はい、そうですね、
ではタレントは豊富だよね。タレント豊富ですね。はい、はい、間違いない。それをまとめるだけで大変っていう。マルティネス監督ね。はい。元はい、エバートンと、どこでしたっけ。そうですね。いくつかやってますね。ボルトンか宮地選手の時にいらっしゃいましたね。では、最後のグループ我が日本代表がウィガンね。ウィガンですね。すいません、はい、失礼しました。はい。ではこんな感じになりました。まずこの4カ国は、はい、まあ、率直に、まあ、皆さんちょっと感想を聞きたいなと思うんですけども、まあ、よくもまあ、ね、悪くもないしというか、まあ、ちょっと微妙なところというか、まあ、ノーチャンスではないなっていう印象はあるんですけども、お三方どうでしょうか。率直な、まあ、感想からどうですかね。でも初戦の、まあまあ、こうなってくるとそれぞれを見ればチャンスはあるかなと思うんですけど、やっぱり大会になると、まあ、1戦目に当たってその成績で次のところもまた関わってくるし、やっぱり初戦をどう戦うかで次のところも、まあ、一生ポーランドとセネガルが戦ってて、セネガルがこれ勝ってると本当勢い出てくるし、まあ、ポーランドにセネガルがこうやる、あのね、負けてれば次戦いやすくなるしっていう、うん、ちょっとそういうこうメンタル面もね、うん、出てくる、まあ、うん、チームもあるんで、うん、国もね、そうですね、いや本当にそうで、あの初戦ってすごく大事じゃないですか。で、あのチームはもう、あの選手たちなんかはもう本当にそのコロンビア戦のために半年もう、あのこう準備すると言ってもいいぐらい意識していいけど、うん、でもその一方で監督はやっぱりスカウティングとかいろんな準備とかを2戦3戦の相手を想定しておかなきゃいけない。でもあんまりそこの2戦3戦目のことを、うん、そのコロンビア戦迎える前に言い過ぎちゃうと、うん、頭の中がもう混乱しちゃうじゃないですか、うん、そうですね。でもちろんあの親善試合とかで例えばその仮想セネガルとかね、うん、やるときはもちろん何日かは集中するにしても、ある程度この半年間多分コロンビアをイメージしてずっと行くと思うんですよ、うん、だから本当にそこはだ逆に言うとあのこう戦力の差とか日本とコロンビアあるかもしれないけど、逆転の目があるとしたら本当に半年間準備できる。でも逆に言うとその後の2戦目3戦目っていうのはやっぱりこ うまくそこから流れ乗せていかないと、どうしてもこう初戦に集中していくから、ね、うん、初戦の大事さって結果ももちろんですけど、やっぱかける時間っていうのがどうしても2戦目3戦目よりも選手たちの意識とか世論とかね、うんうん、ただ監督はあの同じぐらい準備しておかなきゃいけないけど、それを選手に伝えるとかは結構五輪の時とかでも2戦目3戦目の相手とかってどう。いやいや全くそこはもうね、あの入れないで、とにかく初戦のスペインだけにとにかく集中させる。あ、やっぱそうですよね。ただあの組み合わせが決まってからは、まあ、親善試合でそういう、まあ、タイプのね、国ともう必ずこう一戦ずつ、まあ、やっておくと、まあ、それが自分たちの体感にもなるんで、はいはいはい、まあ、セネガル的なチームもこれからの、うん、あの親善試合でやって、うん、ただ、まあ、初戦はコロンビアだよと、うん、そういうふうにどういうふうに持っていくかっていうのが、そうですよね、だから体感的なものではこう入れておかなきゃいけない選手たちに、でもそうですね、それをコロンビア戦の前にセネガルのこととか考えちゃいけないから、うん、一回それをあのこう植え付けてから忘れさせて、いや難しい、めちゃくちゃ難しい作業じゃないですか。ポーランドはねドイツでやってるプレイヤーが多いんで、まあ、はいはいはい、在籍で、そうですね、雰囲気だけは、まあ、その辺のこうプレイヤーのね、タイプというか大体こうやろうとしてくることは分かってるんじゃないかな。まあ、レバンドスキはそれを超えてるところあるけど、あ、そうなんですよ。でだからなんかそのレバンドフスキってこう普通なんかこう世界的なプレイヤーとかが相手になるときに一瞬でも隙を見せるとやらせるぞっていうじゃないですか、うん、でも一瞬も隙見せなかったとしてもやられるかもしれない。そスーパープレイやられちゃったら、はい、どんだけじゃあ牧野が頑張りました、吉田が踏ん張りましたって言っても、うん、もうそれも突き抜けられちゃうかもしれない、うん、だそれが出ちゃったらもうごめんなさいするしかないというか、うん、それか2点取るか、うん、そうですね、うん、まあ、もうレバンドフスキがなんかまあバイエルンで4点とか取ってもう驚かなくなってきましたよね、もう我々の感覚的に。だから狂っちゃったもん。そうですね、はい、あの昔はねなんかそのワンチャンスツーチャンスをしっかり仕留めるプレイヤーっていうイメージでしたけど、最近ここでもね、そうですねやっちゃうので、うん、もう自信つけちゃってね。そうですね、うん、ポーランドが第3戦目ということで、まあ、第2戦目ちょっとセネガルも簡単に見ていきましょうか。いやここがね意外といやここ強いんですよ、はい、まあ、クリスマスツリー的な
フォーメーションですけども。そうですね、まあ、最近ちょっとケイタがね、ちょっと内転筋痛めたりとかしてて、はい、そこにヤングとかねやったりとかしてるんで、はい、ケイタがなんか万全な形で入ってくるかどうかっていうのも一つ鍵なんですけど、いやここがね何がやばいって背が高い。おお、やっぱりちょっとね、身長でいうとどうして身長がね高いんですよ。だからこの前やったそのベルギーと同じかそれ以上ぐらい高いんですよ。うん、196とか。いやそんな止められないですよ。メーター級が3人4人。3人ぐらいいるんだよね。はい、で全員184とか超えてるような感じ。だからケイタみたいなとかマネみたいな、あケイタマネは170代なんですけど。うん、ケイタみたいなスピードタイプな感じに見える選手でも180超えてますからね。確かにそうですよね。セットプレートが怖いですね。いや怖いですね。まあ最初なんで言うとやっぱりクリバリとかですかね、一番まあ有名というか。そうですね、クリバリはもう本当にセリアトップクラス、うん、もう本当にセリアで3本の指に入ると言ってもいいぐらい、うん、今絶好調ですよね。そうですね、あと中盤もね、クヤテゲイエって結構まあプレミアリーグでももうバチバチに削ってくる、バチバチに削ってくるタイプの怖いいますけども、削り屋がね本当にね、はい、いますね。でね、あのアリウシセさんっていうね、あの2002年のベスト8になった時のキャプテン、お、なるほど、はい、で彼も中盤と最終ラインやるんで、クヤテって最終ラインやることもあるんですね。だすごく似てて、ね、はい、だクヤテがすごくあのこうシセさんの意思を引き継いで、うん、でシセさんがあの2014年 の, その予選の時にコートジボワールと当たっちゃって予選で、うん、であのいわゆるホームアンドアウェイ方式だったんですよ最終予選が、うん、それでコートジボワールとなってで頑張ったんだけど負けて、その悔しさを引き継いで今に繋いでってるんでって、なんかセネガルのこと今話すと止まらなくなっちゃったやめてみましょう、はい、めちゃくちゃ気になりますけど、ね、すいません、あのちょっと喋りすぎましたすいません、はい、というわけでここで、まあ、全体的な展望してきましたけども、うん、じゃあちょっと優勝はこの国だろう、まあ、全員行ってここのパート締めましょうか、はい、じゃあ川内さん、はい、優勝は、優勝でもねこれドイツって言っちゃうとなんかちょっと寂しいあそんなことない、あドイツファン、ドイツファンいますし、あ本心で、はい、本心は本心でドイツだと思いつつ、うん、それをいや打ち破るようなチームが出てくると楽しいかなって。それが例えばイングランドだったりとかね、うん、そういう若いヤングイングランドが出てくるとか、そういう驚きを提供してほしいです。はい、はい、杉塚さんどうですか。まあブラジルが、うん、前回の悔しさで来るんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。あのね、ブラジルがもし来たら今度ヨーロッパ側であの南米の国が勝つっていうね、うん、要するに南米でヨーロッパにやられたのをやり返すっていう、ドイツがね胸熱ですね、それちょっとねすごいなっていうね、はい、優勝はどうですか、ゆうかさん。いや難しいですね。でもやっぱりメンツ見てもまあ、ドイツ、スペインあたりが、まあ、いいところまでは確実に行くんじゃないかなっていう、はい、やっぱ僕はブラジルファンとしてはやっぱブラジル、はい、かつ決勝がアルゼンチンだったらなおよしと思いますねはい、といったところで、全体的なお話は、ここまでしたいと思います、はい、では次のパートでは、まあ、日本代表について、まあ、より喋、っていきたいと思います。では一旦 CM です。
はい、ここからは日本代表の話をしていきたいんですけども、はい、ちょっと CM 中に川地さんがちょっと言い忘れたことがあるということなんで、はいはい、何ですか？一つだけ、僕が注目しているのがモロッコなんですけど、はいはい、監督、はい、すごいイケメンです。なるほど、なんか若いですよね。もうね、はい、わギラギラしてますね。なんか、あでもかっこいい。体もね、いいですね。確かに。ちなみに国籍は、これはフランス、フランス人、はい、なるほど。めちゃくちゃイケメン。これは抽選会の時ですかね、写真が、はい、爽やかですね、はい、モデルみたい、ね、確かに身長もなんかスラッとしててね、ルナールって言って、写真いっぱい検索してもらえると、はい、いろんなの出てきます、ね、なるほど。本当ですか？イケメン写真だ、楽しい。もうレイブさんと交互に見たいと思いますイケメンに弱いんで、はい、確かにね、モロッコ対ドイツとかなったら大変ですよね。大変ですよ、イケメン対決、イケメン監督対決、監督の方に目がいっちゃう、ね、いっちゃいますよこれは、うん、はい、では僕からは、はい、はい、としっかり締めました。ありがとうございます、貴重な情報日本代表の話していきましょう、はい、日本代表が、世界で結果を出すためにということで、うん、今こちら、ま、対戦国と、ま、対戦順が、はい、書いてあります。ま、初戦がコロンビア、2戦目セネガル、3戦目ポーランド、うん、そして、ま、場所も、ま、2戦目のセネガルなんかはちょっと一番、ね、移動とかもしんどく、うん、なんかもう宿もないみたいな、ね、うそうですね、はい、やっぱり気になるのはどうしても初戦かなというようなところありますけども、うん、コロンビア戦が、はい、ではちょっと前大会の日本代表の成績はこちらですね、うん、はい、出ております。まあ、やっぱりこれ見て分かる通りに、やっぱり初戦に勝ち点を取らないとどうしてもきつくなるということですね、うん、まあ、2002年2010年は、まあ、初戦で、まあ、2002年引き分けでしたけれども、まあ、ここでやっぱ勝ち点を得るか得ないかで決勝トーナメント行ける行けない、まあ、第2戦第3戦に、まあ、かかる、まあ、重みみたいなのもね、変わってくるのかなと思うんですけれども、はいはい、やっぱねコロンビアはちょっと去年すみません、いや4年前の、はい、ブラジルワールドカップ、記憶がもう忘れたくても忘れられない、決勝トーナメントかけたね。そうですね、ちょっともう下手したらもう勝てるんじゃないかなぐらいでしょ、なんか思ってた自分がもうえっていう、打ちのめされた、打ちのめされましたね。後半のなんか4年間積み上げてきたものがあーっていう、崩れ落ちるみたいな、結構ですね。ただまあ、あれも単純な力関係だけじゃなくて、やっぱり日本の勝たなきゃいけないっていう意識をなんか見透かされたなっていう。そうですね、だからまあこう結果で現象で見るともう力の差でやられただけになるような感じになりますけど、完全にこう日本のやっぱり前がかりなところをもうね、そこをもう狙い撃ちされましたからね、でそれを強いチームがやってくるっていうね。そうなんですよね、まあ、ブラジルもこの間、はい、まあ、カウンターで点取ったりしましたけど、うんうん、そういうものなんですよね。そうですね、うん、まあ、逆に今回1戦目ということで、まあ、向こうちょっと油断してんじゃねえかっていうね、うん、話もありますけど、まあね、うん、そう油断してるかどうかは分からないですけど、でもまあこっちもね本当に半年間準備できますし、うん、はい、で向こうもね油断というか、まあ、その要するにどこまで狙ってるかですね、うん、コロンビアが、ね、やっぱり準決勝とかベスト4、さらにはあわよくば決勝っていうところまで狙ってると、うん、日程的にも H 組なんで、やっぱ日本で100で入ったらもう持たない、うんうん、まあ、逆にH 組ということなので、うん、グループの後半になるとね、そうですね、タイトルになってきますからね。そうなんですよね、はい、まあ、予選始まる前まではちょっとそのまあワールドカップの雰囲気とか、うん、確かコロンビアの監督さんが、ドロー終わったと言ってたのは、はい、一番最後の組なんで、そのワールドカップのまあ雰囲気とかを含めて選手と一緒に、うん、まあ、入れる時間が長いのはちょっといいかなと言ってましたね、うん、前回で言うと C 組だったので、うん、まあ、比較的早い方でしたけど、まあ、決勝トーナメントね、うん、入るとまあそれはまあ逆に A 組とか B 組とかね、うん、有利になる。でもね、そういうのはやっぱり大会経験してる監督って言えるじゃないですか。そうですね、だからやっぱり前回ザックさんっていくらクラブで経験あっても、うん、やっぱりこう代表のそういう短期決戦入った時にやっぱそこの経験がなかったっていうのは手探りになっちゃったっていうね、うん、そこはちょっとね難しかったですよね。まあ、それでいうと逆にハイルホジチ監督とか前回でいうと、はい、まあ、ドイツをね、はい、王者苦しめましたし、うん、まあ、そういうね、うん、持ってき方とかっていうのは、うん、現地がね、で、これハイルホジチ監督も絶対言わないと思うんですけど、前回初戦負けてるんですよね、いいとこまで行ってベルギーに、はい、かなり苦しめて、でもベルギーに負けて、でもその後うまく立て直して、はい、ね、それで韓国戦ロスヤ戦ってね、はい、持ってったんで、だから決してほん、まあ、いざ負けてしまってもそこまでこうチームの中では悲観しないで、いかに切り替えて次に行くかっていうのが大事だけども、うんうん、でも今はもう初戦を勝つこと
まあ、最低でも引き分けることを意識してやっていった方がいいと思います、うん、でその時に多分こっち側日本側ではもうお通夜みたいになりますよ負けたらでも、うん、現地はいきなりその初戦でじゃあ負けたからってハリル・ゴジッチ監督解任されるわけじゃないですよ、じゃないです多分、うん、だからその中でいかにこう作っていくかっていうか外からの声をなるべくこうシャットアウトしてチームとしてこう集中して2戦目に迎えるかっていうのがすごい大事になってくると思うんで、だからまあ両方ですよね監督って多分。そうですね、まあ、それは関塚さんが、はい、僕なんかにも詳しいと思うんでちょっと語っていただきたいんですけど、いやいやもうワールドカップは、ね、経験してないんで、はい、ただその五輪でもそういうところ、まあね、あの時はねあのうまくスタート切れましたからね。そうなんですね、うん、まあ、本当に無失点で、ね、予選をこうずっと行きましたから、うん、3戦目では本当メンバーをね、はい、まあオリンピックの場合は18人しかメンバーいないので、うん、全部をこう変えることできないんですけども、うん、まあ、全選手は使うことをね起用できたので、はい、まあ、そういう面では決勝トーナメントの1回戦にもまたね、うん、しっかりとコンディション整えながらエジプト戦に臨めたっていうのはありましたよね、はい、いやでも本当今振り返るとこう山口蛍ってほとんどもうあの関さんが発掘したと言ってもおかしくないっていうか、そうですね、あの時そんなにねセレッソでね、まあ、やっぱりそんなでもなかったですし、山口選手、まあ、大木原選手ってボランチがまあ結構不動で、まあ、清武選手でまあちょっとね違いを作り出せる選手もいたっていう印象ですよね。いや本当にね、うん、で一番ねこう危ないかなってところに吉田麻也をちゃんと入れたっていうね。そうですね、結構テストでいろいろね大きいですよね湘南戦とか大きかったですよ、まあ、まあもう今では、まあ、長谷部選手がね、まあ、不在の時はもうキャプテンはもう次は吉田選手っていう感じですよね、うんうんうん、現在、はい、まあ、ハリル・ゴジッチ監督、まあ、現在の日本代表についていろいろ伺いたいんですけども、まあ、関塚さんまず率直にまあ日本代表今の、ハリル・ゴジッチ監督のまあ手腕とか、まあ、アジア予選含めてまあどうご覧になってましたでしょうか。まあやっぱりこう日本の良さを考えつつ、まあ、勝負になる布陣といいますかね、うん、その辺をこうしっかりこう固めて戦いに臨んでるなというふうには思いますね、うん、まあ、本当に日本独自の形をねスタイルを作るっていうことも大事なんですけども、やっぱりこう少しバリエーションを相手に対して持ちながら、まあ、機能させていくと、うん、まあ、ですから中盤の並びもこの、4-3-3というかアンカーを置いた3になる場合もあるですし、うん、やっぱりこうトップ下を置いたダブルのね、うん、するっていうのは、うん、やっぱりこうゲームの中でもしてきますし、また対戦相手にも変化はこう、うん、つけてくるんじゃないかなというふうに思いますね、はい、まあ、その辺がちょっとこう、うん、ハリル・ホジッチ監督の采配で見られるところかなというふうに思いますね、はい、今第3のオーガナイズって言われてるその2トップをここからね E1 とかでやってくるかどうかっていうのもすごい楽しみですね、試すかな、うん、ここで、まあ、やっぱり E1 の、まあ、国内組なので、まあ、その中でも、はい、まあ、怪我してるね選手もいて、まあ、この中でいうと、まあ、レギュラーで、まあ、今後も継続的に入ってきそうな、まあ、井出口選手ぐらいかな、うん、まあ、で、はい、今の時点では思うじゃないですか。 でも4年前もそう思ってたんですよ。そうですね、4年前のでもあります、ね、要するにあの時もその関さんがそのロンドン戦った後にあのメンバーがそれまで A 代表はあまり入ってなかったと、うん、でそこからいわゆる当時の東アジアカップに選ばれたけども、彼ら本当にこの後 A 代表組み込まれるのって、うん、メンバー固定でずっとこうやって最終予選ザックさんやってきてってすごいみんな取材してる側も思ってましたよ、うん、でもいざ大会入ってみんな個人のアピールっていうよりも本当に優勝するんだっていう風に韓国のパジュで練習してる時からもうすごいこう雰囲気になって、うんうん、それで勝ち取って、で気がついてみたらザックさんも結構呼んだじゃないですか、うん、で最終的にゼロキャップだった選手が6人ぐらい最終メンバー入ったんですよね、うん、なので今回も本当にそういう結果をしっかり出していくのを、しかもハリル・ゴジッチさん立ち会ってみるわけなんで、うん、そこでこう持っていけるかどうかっていうのをもう本当に E1 の今回のメンバーそれやってほしいですね。そうですね、うん、今コメント見てると結構伊東純也選手の、うんうんうん、期待するコメントが多いのかな、ね、と思うんですけども、まあね、今いないタイプですからね日本の。そうですね、まあ、あとやっぱりどうしてもハリル・ホジッチ監督のサッカーだとあそこの、うんうん、まあ、3トップのサイドって結構運動量も、非常に使うポジションですし、まあ、現状でいうと、まあ、久保選手浅野選手、まあ、どっちかが
レギュラーっていう感じじゃないと思うんですよ、五分五分の ね、まあ、ね、本田もいますけどね、まあ、本田選手も控えてますけど、でもそうですね、右はすごいチャンスあると思います、ね、まあ、あとは伊藤選手なんかもこうね、国際ゲームの経験度っていうのがどれだけ積んでいくかって、いや、そこは最高ですね、本当にそこですね、ですからこういう本当に数少ないチャンスを自分でどうものにしていくかと、こうマッチアップ対戦した時に自分の良さをどこで出すか、まあ、あのチームでこういう戦術でやれっていうことはあると思うんですけど、それを一瞬の判断で、でもここはこう勝負だっていうかね、やっぱここは危ないと思ってやっぱそれをできる、その判断っていうか経験値がやっぱり国際あの、はい、代表には求められるんで、まあ、そこをどういうふうにこうハリルツ・ホジッチが監督が見て、あ、これはいけると踏めるかっていうのがこれからのプレイヤーの、そうですね、新しい選手がね、出てくるかっていうところなんですよね。そうですね、で伊藤選手なんか見てると J リーグでの存在感から言ったら、あの倍ぐらい点取ってても、でも本当にポストを当ててね、外れちゃったりとか、で、まあ、ゴールキーパーのスーパーセーブに阻まれたりとかもありましたけど、もう惜しいところで決まんないシュートいっぱいあるんですよね。でもそれを決めて J でも決めていかなきゃいけないし、国際試合だったらもっとチャンスない中で、それを仕留めなきゃいけないじゃないですか、ワンチャンスを、はい、だそこをやっていく、はい、10センチ5センチが変わってきた中で、本当にそこで、ね、ラストを決められるか、そうなんですよ、だってそれで柏の順位だって全然違いますよ、多分それ決めてる決めてない で、もちろん伊藤純也選手すごい頑張りましたいい選手ですよね、はい、本当にこう、ね、成長してきた、本当にそう思います、選手だと思いますからね、はい、うん、あとはコメント見てると結構今野選手、ね、今回選ばれて、まあ、ベテランとして、やっぱり今年3月のちょっと窮地だったわけじゃないですか、 UAE アウェーゲームでもうここで負けたらちょっともう苦しいだろうっていうところで、うん、まあ、もうピンポイントで投入されて、うん、得点取ってっていう、もう完璧ですよね、日本を救いましたね、本当ですよね、今野選手が本大会入ってくる可能性も全然ありますよね、だからね、本当予選振り返ると本当にそのね、あの山口蛍のシュート、うん、あと今野選手、うん、もうその2つが、まあね、川島選手のセーブとかもありましたけど、でもその2つが本当にポイントだったなって、そうですね、印象ありますね、でそれを起用したのはね、ハリルホジッチですからね、やっぱりちょっと長谷部選手がね、まあ、どうしてもちょっと、まあ、年齢もあったりとか、ちょっと膝の状態が、まあ、100% ではないですね、でもね、でも彼は欠かせないと思います、欠かせないですよね、はい、いやだからその長谷部選手に、まあ、欠かせない中で、ただ何かあった時にそれを対応するのがまたベテランの今野選手ってところが苦しさもありますけどね、そうですね、まあ、最後は年齢関係ないですけど、もう入っちゃったらね、はい、うん、まあ、やっぱちょっと現状でいうと山口選手がまあ時点で、ちょっとその次になると、まあ、フォーメーション自体でもね、あのダブルボランチにして入口選手入れるとかっていうのもありますけど、だから今あのハリー・ホジッチ監督はあの山口選手にもうプレーはいいけどもっと喋れよって、あこのポジションは喋るポジションなんだぞってやってるかっていうとやってますって言うんだってでも聞こえてこないじゃんって、だからどんだけこう見てて現象としてこうテレビとかで見てていいプレーとかって思っても実際やっぱハリオジッチ監督がピッチであそこでね、あのテクニカルエリアから見てるときに山口蛍の声が聞こえてこないってことが、そこがあのもう一つ、あのそこはいいプレーだけじゃダメなんだと、そうですね、影響力を与えなきゃいけないと、コーチングがね、コーチングのやっぱり能力ですよね、ロンドン五輪の時、まあ、山口選手も中心選手でしたけど、やっぱりちょっと、まあ、結構シャイな感じですか、性格的には山口選手は、まあ、おとなしいですね、まあ、けどやっぱそこからもう一皮ね、日本代表する選手なの で、ね、ちょっと向けてほしい、だからその辺のやっぱコーチング能力っていうところがいかにこうアップしてくるかっていうところで、そうですね、まあ、今ミサオ選手も、ね、はい、今出てきてますし、そうですね、いいですね、明るい人もね、ミサオってね、そうですね、あの、テグラモリさんの時も入って非常になんかムードメーカーとしてね、はい、だからね、今回初選出の選手でミサオとかハツセとか、基本的に明るい選手が多いで、村屋も喋れますし、だそういう選手が多いなっていうのはなんかすごくポジティブっていうかね、若くても、あ、なんか入っていける可能性があるっていうか、実力さえ示せば、そうですね、まあ、あとやっぱちょっとコメントだったのはフリーキッカー、まあ、現在でいうと、あ、まあ、
前までは本田選手、まあ、また遠藤選手でもこれがもう右左でいたわけじゃないですか、はい、鉄板でしたね、はい、まあ、本田選手、まあ、これからね本当本人は燃えてると思いますけども、うん、現状でいうと入口選手、まあ、本当に、まあ、キッカーらしいキッカーではないと言ったら失礼ですけども、あ、まあ、そういう、まあ、ここでチャンスっていうところでこの間吉田選手蹴りましたけども、うん、そう考えるとやっぱ清武選手なんかはね、うん、やっぱ入ってほしいなと、ね、コメントも多いですね、彼のコンディションがね、うん、本当上がってくるのと、あとは柴崎、柴崎ね、はい、まあ、彼がここに帰ってくると、うん、まあ、本当にそういう面での、うん、フリーキッカーというかね、ここっていうところでの、うん、変わってきますからね、うん、柴崎マークね、はい、はい、あとこれは、浦和レッズが、アジアチャンピオンズリーグ優勝しましたので、うん、メンバー入ってないんですけど、うん、長澤選手なんかは今、うん、一番ちょっと来てる選手かなと思うんですけども、うん、いかにもね、ハリルチルドレンって感じですよ、ね、遅れてきたハリルチルドレン石塚チルドレンでもいましたけどねハリルチルドレンかなって感じしますね。そうですね、いや本当にもうこうハリルザ・ハリルホジッチっていう本当にプレイヤーっていうか、うん、はい、セントラルミッドフィルダーとしてね、あれですね、そうですね、本当にあれだけ彼にもう少しこう、うん、あのラストパスとかね、その辺のこうシュートに持っていく時のパンチ力とか、うん、思い切りの良さはあるんですよ、一、うん、人をこう、うん、あの外してね、ですからそれにこうパスがもう少しこう精度が高くなってくると、うん、より怖い選手になってくるなというふうに思いますけどね、うん、理想的ですね、まあ、ハードワークもできますし、まあ、パスも出せるし、まあ、千葉で、まあ、10番つけてたぐらいなの で、その、ね、パスを出せるってところがただ関さんの要求からするともう一個突き抜けてくれると、そうですね、うん、まあ、けどやっぱりどうしてもあのフォーメーションでなるとトップ下っていうよりも結構まあインサイドハーフで、まあね、山口選手と井出口選手が頑張って走ってみたいな、ね、シーンが、うん、まあ、オーストラリア戦なんかはそんな感じでしたけども、うん、やっぱここですか、中盤は結構キーになりますよね、日本代表でいうと。ありますね、うん、はい、まあ、やっぱ不動でいうと長谷部選手、大迫選手、吉田選手、川島選手、まあ、中心内容は比較的まあ、あのもうメンバーは固定できてるかなと思うんで、うん、そこなんですよね、で、はい、あのいわゆるビッグスリーって言われてる、うん、その本田選手、香川選手、岡崎選手、まあ、外れましたけど、 それは、うん、あの戦力外になってるってことじゃなくて、うん、結局あの欧州予選じゃない欧州遠征っていうのはあのキーになる選手とテストしたい選手を織り交ぜていったんですよ、うん、つまりあのテストしたい選手っていうのはその、まあ、ケンユー選手とかね、はい、その長澤選手もそうですけど、うん、でもその中で外せない選手っていうのはあの入れてたんですよね、うん、でそれでいくとやっぱりその本田、香川、岡崎っていう選手たちは大事なんだけどオプションなんですよね、うん、大事なオプションだからあの究極で言えばその試合によっては他の選手が取って代わることができるかもしれないけど、でも大事な武器だからやっぱり23人ってなった時にコンディション次第っていうのはもちろんありますけど、やっぱ十分入ってくるのかなって。ただそのためにはいろんなそこの可能性のある選手もテストしたいじゃないですか、うん、だからそのための多分外したっていうのは大きいかなって見てます。そうですね、はい、今まあ杉本選手の名前出ましたけれども、うん、まあ、杉本選手を、世界の舞台で抜擢したのは杉塚監督と、プラチナ世代というか、アンダー17でも十分ね、彼は活躍してましたから、うん、まあ、あれだけの本当に、体格が、ね、うん、あって動けてっていうと、うん、プレイヤーってのはそういないですからね、うん、まあ、やっぱり大迫選手が、まあ、ここ1年ぐらいで、まあ、もう本当に軸となって、うん、そうですね、もうドイツでしっかりとね、うん、そうですね、次だと反転と、うん、そこからシュートになっていく、はいはい、まあ、本当そういう面ではオールラウンダー の、 あのセンターフォワードですよね、うん、まあ、まだあのケンユーなんかはちょっとボールを足元で受けても、うん、その辺のところの部分よりも、うん、やはりこうボックスシュートに対するところが、うん、まあ、ユン・ジョンファン監督になって、うん、セレッソで非常にこうブレイクしてきた、うん、まあ、それで能力を発揮してきたっていうところですからね、うん、まあ、ここから本当に半年どういうふうに成長していくかっていうのがまた大事なポイントになると思いますし、楽しみですね、はい、ね、大迫選手はね、本当、まあ、今得点数とか少ないですけど、うん、決めるときすごいじゃないですか、うん、ありますね、みんなで半端ないって叫びたいですよね、叫びたいです、ね、あの世界の舞台でね決めてもらってね、そうですね、で多分決めるシュートは半端ないと思うんです本当に言いたいです、はい、あとは最終ラインでいくと、まあ、牧野選手はかなりちょっと、まあ、9月、うん、10月、11月でだいぶ株を上げているかなと思うんですけど、うん、生まれ変わったって言ったら牧野選手に失礼ですけど、はい、なんか本当にこう何か
取り憑かれたみたいになってます今。すごいなって、こういうこんだけ人って、まあ、もちろんポテンシャルがねあるからだし、もともと努力家ですよ、うん、そうですね、ただ何かねなんかすごいスイッチが入るっていうのは、そのどうですか、選手のそういうスイッチが入る瞬間とかって。いや、あれはずっとハレルホジス監督がセンターバックとしてこう要求してたんですか。でずっとそうですね、これをしたらっていうところで、うん、はい、まあ、どちらかというとちょっとね、あの左サイド的なところがあって、センターはっていうところあったんですけど、今は本当見違えるようにね、センターバックとして力どん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 つけてるなっていうふうに思うので、まあ本当にその辺の意識が非常にこう高まったなっていうのを感じられますね。そうですね、だからこれまでもその怪しいなって、そのクラブとかのパフォーマンスで怪しいなっていう時も呼んできてて、うん、でも必ず難癖つけるんですよね、ハリーおじさん。メンバー発表とかの時に牧野選手にでも持ってやってもらわなきゃダメだみたいなところを必ずこうダメ出しをするっていうね、うん、選ぶけどダメ出しをするを繰り返してて、うん、でなんかまあね、それだけ見てる人にとってはちょっと特別扱いじゃないって思ったかもしれないですけど、うん、本当に特別扱いでしたね。でもそれは期待、やっぱりそれだけ伸びるなって思った選手は、やっぱりそういう風に引き上げるための努力をするっていうのは、まあ、みんなやってると思いますけど、牧野、うん、選手は、まあ、やっぱり明るいからね、結局吉田麻也とか、はい、やっぱり海外でやってるセンターバックとか、あるいは本田選手のねベンチでも横にいたりとして、やっぱりそういうところのこう要求されるものを何なのかっていうところの、まあその辺のやっぱりこう頭というかね、それをどう、それをどうやはり J リーグで表現していくかっていうのをやっぱり繰り返してきたんでしょうね。そうですね、またやっぱこの後はクラブワールドカップありますから、十分ね、やっぱりこう J リーグで力つけて、それでこうねワールドカップでこう活躍してもらって、うん、やっぱり J リーグのそのねクオリティっていうか、うん、J リーグでもやっぱり成長して世界でも戦えるんだよというねレベルまでやっぱり持っていってもらいたいなと思いますよね。そうですね、そうですね、はい、はい、というわけで、ここまでは日本代表の、お話を中心に伺いました、はい、では一旦ここで締めさせていただきます。では一旦 CM ご覧ください。いやー、今の CM スタジアムのテレビで見てるんですけども、こちらハイセンさんテレビ本当 4K めちゃくちゃいいな、そして本当に綺麗だなと、はい、あ、CM 開けてましたね、はい、失礼しました。ということで、ハイセンスグループとは、2018FIFA ワールドカップの、オフィシャルスポンサーでございます、本大会の、試合会場のスクリーンの得点表示の、ところにロゴが出たりするそうですよ、この 4K 対応高画質テレビもですね、2018FIFA ワールドカップのオフィシャルテレビとなっていまして、今月中旬から全国の家電量販店で購入できるということでございます。このテレビの性能なんですけれども、ハイセンス独自の ULED 技術で色鮮やかながらもごく自然な色味でですね、これまでに感じられなかった新しい映像を体験することができます。さあ、ここでハイセンスジャパンからのお知らせです。現在テレビを中心に冷蔵庫や洗濯機など白物家電を実施、すみません、自社ブランドとして販売しているハイセンスなんですけども、実は半世紀近く前からも活動している、非常に歴史あるグローバルな家電メーカーなんですよ。
またスポーツマーケティングもですね非常に力を入れてまして、テニスやラグビー、 F1 グランプリなどのモータースポーツなんかにも協賛してきました。特にサッカーに対してはですね、まあ、造形が非常に深くて、まあ、ワールドカップはもちろんなんですけれども、去年行われたユーロ2016であったりとか、そして今年のコンフェデレーションズカップ、そしてまあ来年のワールドカップですね、をスポンサードしております。そして、ね、クラブ単位でもですね、シャルケ、そして、現在アストンビラなど、伝統あるクラブを、スポンサードしてきました。今回の 2018FIFA ワールドカップをスポンサードすることで、さらに知名度が上がっていくことでしょう。このハイセンスの、ね、商品は全国の家電量販店で、お買い求めいただけますので、番組をご覧の皆さん、ぜひ、近くの家電量販店に足を運んでみてはいかがでしょうか。そしてですね、ハイセンスジャパンでは12月からワールドカップ応援キャンペーンを実施するということでございます。特別賞はなんと来年7月15日ですね、モスクワで開催される決勝戦の観戦ツアー、これはすごいですね。そしてその他ですね、ハイセンスの 4K 対応の高画質テレビなどが当たるキャンペーンもございます。非常に盛りだくさんな内容となっております。詳しくはハイセンスジャパンのツイッターまたは公式サイトから、まあ、どなたでもご応募いただけますので、ふるってご応募いただければと思います。詳しいことはハイセンスジャパンの公式サイトをご覧ください。ここからは最後のパート、まあ、関塚さんにいろいろとお話を伺っていきたいと思います。前回は8月の、まあ、リーガの開幕前のタイミングで来ていただいて、はい、今こちらに関塚さんの、まあ、プロフィールが出ております。はい、まあ、J リーグの、ね、監督も務められて、またやっぱり印象的なのはロンドンオリンピック、うん、ベスト4という素晴らしい実績を残しました。あとね、まあ、やっぱりちょっと先ほど触れましたけども、まあ、鹿島アントラーズもね、かつては携わっていたということで、ちょっと関塚さんにとっては、うん、まあ嬉しいけどちょっと複雑みたいな感じですか。そうですね20巻でしたっけね。そうですね、はい、まあ、そこもありましたし、まあその中ですね、現在の、まあ、ご活動というのは、まあ、ワウワウの解説者を務めてらっしゃるということで、まあ、リーガを、うん、まあ、中心にご覧になっているという形ですかね。そうですね、はい、あとは今シーズン、先シーズンの前か2年前に早稲田大学がね、1部で関東大学リーグ優勝したんですけども、うん、はい、昨シーズン2部に落ちて、今年とアドバイザーとして、うん、1シーズンちょっと携わって、で2部で優勝でまた1部昇格を決めたの で、はい、逆転で、まあ、そこは、はい、我々も大学サッカーの、はい、番組やっているので、うん、非常に良かったですね。早稲田の選手も良かったなというふうに思って、はい、実はね、関さんのねアドバイスが効いてたっていう。そうですね、そんなことないんですけどもまあ本当ちょうどね、古賀監督も8シーズンやってたので、はい、まあ、それと学生と久しぶりにこう、ウィークデーに顔合わせて、まあ、新鮮だったですね。なるほど、はい、はい、まあ、あとやっぱりその国際経験、まあ、オリンピックとワールドカップ、まあ、ちょっとね別の大会ということはあるんですけれども、まあ、日本代表のまあ話のまあ続きみたいになりますけれども、うん、まあ、やっぱり今回でいうと、まあ、初戦がコロンビアという、まあ、非常に、まあ、強豪、まあ、ポット2でしたけれども、やっぱり関塚さんのね、こちら写真ありますけれども、まあ、大津選手がセットプレーから決めて全然おかわりないですよ。そうですか、ありがとうございます、はい、やっぱこのスペイン戦の勝利は、まあ、日本ね非常に盛り上がりましたよ ね、 盛り上げますよね。やっぱりまあ初戦のまあ重要さっていうのは非常に分かっていらっしゃると思うのでね、噛みましたね、はい関塚さんはこのスペインってまあ言ったらまあ強豪国なわけじゃないですか、うん、まあ、育成年代とはいえ、その中でどういうふうにまあチームを持っていったのかなっていうようなお話も伺いたいんですけども、一番はやっぱりこう目を取りしないというか、同じ人間が11人で戦ってるんだよと、うん、まあ、自分たちのそれぞれの力をどう発揮させるかと、まあ、モチベーション高くというよりも、まあ、そこが一番ひるまないで戦うっていうことが一番のポイントだったなというふうに思いますね、うん、選手たちに、まあ、その初戦っていうのもそうなんですけど、やっぱちょっと相手が
まあ、結構ビッグネームが揃ってるっていうことはちょっと意識させたりとかっていうのはするんですか、やっぱチームとしてという感じなんでしょうか。まあそうですね、一人一人に限ってみればもう本当にこう能力的にも上で、まあ、実際に戦っても相手一人少ないのにもうしっかり回されてっていう状態だったんですけども、うん、まあ、その辺のところがね本当にこう自分たちが、まあ、特に前半なん、はね、とにかく自分大会でき一つ決め事にしたのはボール奪われても下がるなよと、もうそこからもうとにかく守備に入るということが一つの、うん、大会のテーマだったので、うん、まあ、それを初戦からね、ある程度こうクリアして、うん、まあ、勝てたっていうのがまた2戦目3戦目につながったのかなっていうふうに思いますけどね。やっぱり初戦に勝利すると、まあ、このベスト4まで行きましたけどやっぱりノリに乗ってくるもんですか、うん、まあ、特にね若いチームっていうのもあるかもしれないですけど、いや、ノリに乗ったっていうもう一戦でだいぶみんな疲れて気持ち的には中2日での試合なんですけど、しかも移動が全部やったら 4カ国がまた他 の場所に移動して、まあ、戦うっていうことだったので、うん、相当モロッコ戦の2戦目はみんな前半きつかったと、うん、はい、まあそこで僕もメンバー交代しないで、うん、ほぼ怪我人以外は、まあ、伊藤、酒井宏樹が、はい、足首やって、まあ、そこを豪徳が入りましたけども、 あとはもう本当にそのメンバーでね、戦って、まあ、その試合もこなせるのも本当数試合しかなかったのでね、うん、吉田麻也を含めて、まあ、その中で戦っていかにこう勝ちに持っていくかということでだったですし、うん、2戦目のモロッコ戦は初戦がねモロッコは引き分けで、うん、3戦目がスペインだったので、うん、どうしても日本には勝ち点3が必要だと、まあ、そういう意味でのもう前半の勢いっていうのは彼らすごかったですね、うんうん、でしかも我々はスペインに90分勝って戦って走ってだいぶこう疲労度があって、うん、まあ、そのギャップっていうのは本当ピッチから見てこれはどう耐えられるかなと思ったんですけど、まあ後半になってやはりだいぶねこう落ち着いてきたっていうのがまあ2戦目でありますし、まあ、それで2戦でもう決勝トーナメントを決められたっていうのがまた3戦目それから決勝トーナメントの初めのねエジプト戦につながっていったかなっていうふうに思うので、うん、まあ、そこはやはりこう全て大会が短期間なので、うん、つながってるっていうのがもう正直な印象ですね、うん、感想ですね、まあ、それはやっぱワールドカップにも通ずるものがあるというところですよね、まあ、本当にこう、はい、メンタル的なリカバリーっていいますか、それとフィジカル的なねコンディションのリカバリーと、それをいかにこの短期間のところで次の試合に持っていくか、やっぱり一回こう頭を休ませて次にまた向かうという心とね、それから体っていうものを持っていくと、まあ、その辺が非常にこう大事になってくるんじゃないかなというふうに思いますけども、まあ、今回でまあコロンビアっていうまたこれ強豪ですけども、やっぱりスペイン勝った時っていうのは選手の自信もそうですし、まあ、結構、まあ、ある程度は喜び、まあ、その後まあすぐ、ね、切り替えっていうのもあるかもしれないですけど、うん、やっぱここで、まあまあ、最低でも引き分けっていうようなイメージですかね、うん、ここで言うと初戦、まあ、本当、はい、初戦引き分けでいいと思うんですね、うん、とにかく勝ち点を一つ奪って次につなげるっていうことができれば、うん、だいぶこう、うんうん、大会自体も本当にこう楽しみになってきますし、はい、我々もね、うんうん、あ、そうですね、はい、見てる側もですよね、それはやっぱりこう伝わっていくんじゃないかなというふうに思いますし、うんうん、ぜひそうなってもらいたいなと、うん、やっぱちょっとね、はい、前回大会の初戦でいうと、まあ、本田選手の、ね、ゴール先制して、うん、いけるかと思ったらちょっと、まあ、負け方的にもちょっとショッキングだったというか、うん、まあ、全然勝てる相手だったと思ったんですよ、コートジボワール、うん、けどやっぱりちょっとドログバーね出てきて雰囲気変わるっていう、まあ、我々は ね、うん、もうね、まあ、スタジアムにいたので、あ、なんかその雰囲気をやっぱ出しちゃいけないと思うんですよ、うん、もうそれでもあ出てきたなぐらいのあれでやっぱ対応できるっていうところがやっぱりこの準備になるんじゃないかなと思いますので、うんうんうん、見てる側もですね、はい、あんまり、はい、出さないように、やばいと思わないようにそのやっぱね熱っていうのは選手伝わりますよね、うん、余計燃えさせたりしますけど、前回ショックだったのが
アフリカの相手に研究されちゃったっていうね、逆に、うん、あまあ逆でしたもんね、研究される側になってたっていう、これは結構ショッキングで、別にアフリカをね、別に見下すわけじゃないんですけど、うん、でも日本がむしろいつもやらなきゃいけないことをやられたなっていうところを、うん、やっぱりちょっとそのザックさんが最初から別にそんな自分たちのサッカーって言ってたわけじゃなくて、だん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 でもこう自信つけていく中で、うん、長友選手も言ってましたけど、こう自信が過信になってた部分があった、うんうん、だそこそういうね、あの隙をやっぱり相手にこう疲れてしまうっていうね、うん、与えてはいけないっていうところで、今回はもうしっかりこう地に足をつけながらでも上を見て、うん、こう半年間しっかり集中していってほしいなと思いますね。まあ、やっぱり日本が世界大会で躍進するときっていうのは、まあ、関塚さんの、まあ、ロンドンオリンピックでと、まあ、清武選手がいたり、まあ、永井選手っていうちょっと、まあ、一つも特化した武器があったりとか、うん、まあ、南アフリカでも言ってもやっぱ本田選手をもうワントップで、まあ、本来のポジションじゃないですけど据えて、まあ、大久保選手松井選手がもう何回も上下動してっていう、まあ、結構比較的、まあ、カウンターっていうような、ね、形で、まあ、世界で勝ち上がってきたと思うんですけども、まあ、そういう意味で言うとハリル・ホジッチ監督のサッカーも、まあ、世界基準、はい、世界対世界っていうような感じですよね、はい、逆にアジア難しいと、はい、あの時ってその関さんがあれそのスペイン戦に向けてすごいいろいろ戦略練りながらああいうふうに回答出してたと思うんですけど、でもそのチームの中で言うとあの山田直樹選手っていうね、もう予選で結構大活躍して、うん、本当にこうトップ下のところで活躍した選手が怪我したりとかも、うんうん、いろいろそういうなんかこう前十字がね、うん、ちょっと中でもあったじゃないですか、ね、はい、だからそれいるいないでまた違ってた部分とかもね、あってたりとか、まあ、本当 FC 東京の米山選手もね、うん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 、いいプレイヤーだったんですけども、やっぱりこう、膝のね怪我から上がって、はい、まだ1シーズンこう自分のクラブで、うん、やってない状態で中2日でっていうのはどうかなっていう、はい、やっぱりもう一回やってしまうとね、うん、あのもう選手生命もね、うん、立たれてしまう、まあ、そのそういう決断どうするかっていうのはやっぱありましたね、うん、米本ね、はい、米本ですね、米本選手ですどうですか、米がそうなったって期待してて、ね、うん、いやそうですよ、ね、何回もね、うん、あれだけこうやっぱり能力あって、うん、そうボール出し能力もすごいですし、うん、でも見てると本当にハラハラするんですよ、この間も J3 先発で出てましたけど、ね、のびのびプレーはしてほしいんですけど、うん、やっぱり気をつけてほしいなっていう、だからねこの半年間そのハリル・ホジッチ監督も、うん、こうコロンビア戦それからその先に向けてスカウティングして選手の起用も考えていくんですけど、うん、でもその中で怪我人とか出てくるじゃないですか、出てどうしてもね、だから関さんの時のその山田選手とか、ね、米本選手みたいなことが出てくるから、うん、それどうしてもね、そうですね、まあ、前回大会はなかった、逆にね、だからいろいろちょっとね怪我の不安とかもありつつ、うん、でもなんとか引き上げちゃって、そうですね、でもあの時ってあの最終メンバー23人きっちり選んで、あとバックアップだったんですよ、はい、でそうするとで指宿キャンプに僕あの行って取材してる時に、これ名前言えないですけど何人かちょっとまずいなっていう選手いたんですよ、もしかしたらそれが27人とか選んでれば、あもっと強度高く、そうで最終的にそこからね4人とか外すのが酷ですよ、すんごい残酷なことなんですけど、うん、でもやっぱりあそこで23人きっちり選んじゃったことで変えにくかったんですよね、確かにそうですよね、うん、まあ、ハリル・ホジッチ監督でいうと、まあ、オーストラリア戦は27名ですかね、はい、招集して、まあ、何選手かは、まあ、あの第2戦も、ね、決めてたんで、うん、長谷部選手とか途中でまあ離脱しましたけど、うん、まあ、そういう競争もこれからあるのかなと、はい、でそうですね、であのアルジェリア代表の時にハリル・ホジッチ監督30人ぐらい呼んでるんですよ、なるほど、最終合宿の前にね、うん、でそれで2試合ぐらいやった結果でマフレズを最後入れたんですよ、うん、だそういうプロセスもあるんで、多分ハリル・ホジッチ監督はそこのちょっと非常な決断もできるっていうか、うん、まあ辛いですよ、もちろん外れるのは勝つとかっていうのはね、うん、でもそういうこともあって、で、まあ、結果をね残していくためにいろいろあるのかなって、やっぱ監督としてはそういうところのちょっとまあマネジメントとかも非常に難しいですよね、選手選考も、そこは非常に一番難しい、ね、一番難しい、はい、うん、あとはあれですか、やっぱりどうしてもワールドカップもう日本ってもう出るのはもう当たり前になってきていて、6大会連続、うん、で、まあ、やっぱり次の目標はどうしても決勝トーナメント、まあ、16の壁っていうところだと思うんですよ、うん、もう次の段階に来てると思うので、そこを突破するためにはちょっとお二方どういうところが必要になってくるかっていうのをちょっと最後に聞きたいんですけど、じゃあ川地さんよろしいですか。あ、僕ですか。そうですね、まあ、本当にあのハリル・ホジッチ監督は多分スカウティングとかもそれしっかりやっていくと思います。間違いなくもう何十試合も一カ国につき、うん、徹底的に分析して、うん、ただそれを結局やるのは選手、そうです、ね、だからハリル・ホジッチ監督がそのどう伝えて
それを選手がこううまく飲み込んでやっていくかっていうこともそうですけど、そのためのベースを今引き上げていく、うん、そのデュエルって言われてるところもそうだし、それからその自分にしかない武器もそうだし、そういうものをしっかり準備していって、最後の3週間の時にしっかりこうハリルオジッチ監督が言ったそのコロンビア戦、それから次の2試合の対策をしっかりこう耳に入れてすぐ実行できるようなところまで持っていっておく、うん、だそこのなんか準備っていうところはもう監督だけじゃなくて、そういう選手日頃のね、競争とかコンディショニング、そういうのも含めて、あとその3試合の3試合のそのイメージアップをそれぞれの選手がしててもいいですと思います、うん、はい、そういうところがすごい大事になってくるかなと思います。関塚さんいかがでしょうか。いや、これはやはり3試合で予選突破、そして決勝トーナメントに入るともう一発勝負、うん、まあ、ここのやっぱりスイッチのまた切り替えっていうところも非常に大事じゃないかなと。まあ、お互いにこうプレーをね、こうさせてくれないというか、まあ、拮抗した試合の中でここっていうところでどこが勝負どころなのかと、うん、やっぱこの辺でもう引き分けはないので、はい、そうですね、予選の時にはもう引き分けで勝ち点1っていうことはありますけども、うんうん、決勝トーナメントのっていうのはもうそこのスイッチが変わるので、うん、まあ、そこをいかにこう本当に11人で戦うんじゃなくて、その意識をメンバー全員が持って、うん、ここからもう一発勝負なんだぞ、うん、まあ、そこのやっぱり切り替えでやっていくっていうことが一つは大事になるんじゃないかなというふうにも思いますね、うん、はい、多分ね、ジー組の研究とかもハリオジチ監督すごいしてると思うんですよね。あ、もう次を見据えて選手に伝えるカード抜きにして、うん、まあ、実際に分析のあのはもうその自分 の, あのグループと次の対戦のグループは必ずそこには行かせていますからね、うんうんうん、はい、というところでちょっともう時間もそろそろ迫ってきてるんですけど、あっという間ですね、はい、もうあっという間でもうまだまだ喋れるんですけど、うん、時間もありますけど、ちょっと最後に質問できますかっていうようなコメントもあったので、ちょっと、はい、関塚さん川地さんに質問いくつか、まあ、2つ3つぐらいですか、はい、ちょっとじゃあ皆さんニコニコ生放送 YouTube フェイスコープ僕見てますので、何か質問ある方はちょっと、こちらお答えできる範囲で、はい、お答えしていただこうかなと思います。お願いします。はい、どうでしょうかね、ニコニコ生放送の方も、うん、やっぱりロンドンオリンピックのメンバー、うん、まあ、現在だと、まあ、酒井選手とかもレギュラーになりましたし、うん、まあ、酒井豪徳選手も入っていたりと、うん、まあ、そこの結構突き上げというんですか、そこの育成が非常に、まあ、うまくいってるっていうところに関してどうですかね、うん、まあ、両サイドね、酒井宏樹豪徳っていうのはね、本当にこう代表にも加わってきたっていうのはね、うん、本当に嬉しいことだなというふうに思いますね、うんうん、ただやはり大津選手もね、まあ、海外でアキレス腱切ってしまったりと、うん、まあ、そういうちょっと怪我でね伸び悩んでるところもありましたから、うん、まあ、まあ、これからねまた頑張ってほしいなというふうにも思いますし、うんうん、そうですね、はい、もう酒井選手も変え効かないですよね、今右サイドバックは、うん、そうですね、欠かせないですね、もうその当時からやっぱりあの背でねサイドバックをこうできるっていうのは本当に貴重な存在だったんでね、うんうん、はい、ただちょっとヒロキ選手はダメな時にちゃんとバッテンってやってほしいですねちょっと無理して引っ張っちゃうんですよね、うん、でそうすると監督もいつどうっていうこうちょっと判断に迷ってる間に他のこともなんか起こってくるんで、うん、ダメだったらもうってやんないと、うんうん、でまぁ、あ、次の試合また出られるかどうかはまた別の話で、うん、変な風に無理しないで次に託すってことも大事です、ね、うん、いざという時はですよ、そうです、もちろんしない、はい、なんないでほしい、はい、うん、はい、でもこれまで何回かあったんです、そういうのが、うん、ちょっと無理して引っ張っちゃうっていうのがね、投手、うん、まあね、も結構出すタイプですね、アドレナリンがね、あるとね、やろうとしちゃうんで、うん、はい、ネイマールとバチバチでしたよねあとやっぱ期待してる選手とかっていう、まあ、結構選手どうですかみたいなコメントが来てますけども、うん、どうですかお二方、まあ、ワールドカップに向けてこの選手ちょっと、まあ、よりね成長してほしいとか入ってほしいでもいいですし、現状のね、はい、の選手でもいいですけども、うん、まあ、堂安ですかね、あ、堂安選手オランダで今回初瀬が選ばれたんで E1 で、うん、もう今多分こう刺激になってないはずがないですね、そうですよね、意識しまくりも、はい、やっぱり海外行くっていうのはやっぱ A 代表入るためっていうのがありますよね、うんうん、まあ、その中でオランダでも、まあ、ちょっと完全レギュラーまではちょっと行ってないかもしれないですけど、うん、はい、まあ、その中でも結果は残してるかな、でもねやっぱりあの年齢ですし、このもう半年間での伸びも
すごいあると思うん で、うん、でハリル・ホジッチ監督ある程度この欧州遠征と E1 で大体のこうグループっていうのはもう作ってると思うんですけども、うん、でもそういう、 こうとん大外からこう入ってくるような選手っていうのは、うん、まだまだ余地をそうですね、あの入れる余地を残してるっていう か、うん、だからそういう意味でも最終メンバーを最後決めるときに一応27人とかを選んでいた方がいいなっていうのはそこで、うん、そこで23人しちゃうとどうしても間に合わないっていうところもあるんですよ、うん、でも そこからテストマッチさえ最後に2つとかして、うん、それで選ばれるっていうこともあると思うんで、ちょっと、はい、マフレーズと被るようなプレスタイルの、ね、まあ今言うとそうです ね、 そうですね、彼もね、はい、本当に当時2部のレスターで ね、 そうですね、その前はフランスの2部でやってましたからね、うん、はい、本当に無名 で、うん、でアルジェリアの現地でももう大バッシングだったらしいんですよ、入れたの、うん、はい、その中でも結果を残して、まあ、今でも世界屈指の、ね、はい、でそういう選手がハリル・オジッチの中でも何人かいて、本当にその関さんの時のホタルみたいな選手が、あのグラムとかね、左サイドの、はい、でベンタレブとかね、あ、なるほど、スリマニとかも、はい、ね、はい、うん、だから、ね、本当にハリル・オジッチ監督が見つけてきて、そこからクラブとかでもあのその呼ばれた時よりも飛躍してる選手が本当に多いので、うん、そういうところはなんかね、もうちょっと評価してもいいかなって、うん、まあ、それはね、ワールドカップ終わってから評価、結果がされるのかもしれないですけど、そうですね、はい、うん、結果的にね、ああ、やっぱそこすごかったんだなっていうのは、後からかもしれないですけどね、はい、関塚さん、ちょっと最後、いかがですか、期待してる選手、いらっしゃいますか。いやー、これ、名前不明人難しいですね、とにかく、まあ、みんないい競争をしてね、うん、まあ、本当にそういうアピールして。うん、まあ、自分あの個人個人がね成長することが代表を強くすることだと思いますので、うん、ぜひこのね半年を本当にこうしっかりとね、そうですね、アプリして成長していってもらいたいなというふうに思います。うん、で、まあ、先ほども出たように、はい、僕も今懸念してるのはやはり懸念というか一つ思ってるのは非常にこう 1.5 列目でドリブラーはいるんですけども、うん、やっぱりこうプレーメーカーというかね、うんうん、まあ、本当に今中村俊輔、遠藤、はい、小野伸二、ね、うん、やっぱりそういう中村健吾と言いましたけども、うん、こういうあの、ね、本当にこう相手の嫌なところにねあのボールを小笠原もそうですけども出して自分がまたゴールに向かっていくと、うん、こういうタイプのねプレーヤーもまた日本でね、そうですね、行きたいとこあって、そうしたらもっとこうまたあのサッカーっていうのもね、そうですね、あの変わってくるんじゃないかなというふうにも思いますね。そういう意味ではね、うん、あの大島、大島選手、はい、でもちろん柴崎、そうですね、うん、だもうそこはあの本当にあのハリル・ホジッチも最終的には誰かしらそういう選手を入れていくと思うんですよ、うんうん、ね、全部が全てこうデュエルっていうわけじゃなくて、ただそういう選手であってもボールをしっかり奪うことはできなきゃいけないっていう、この、ね、今もね、長谷部キャプテン言ってましたけど、現代サッカーではそこはねもうタイプじゃないんだって、うん、別にゲームメーカーなんとかであろうがパスが得意な選手であろうがもうボールを中盤で奪うっていうのは当たり前のようにしなきゃいけないと、でそこプラスじゃあゲームが作れますと か、うん、かそこができなきゃゲームメーカータイプだから守備がどうっていうのはないよっていうのはう、ね、うん、もうこれ長谷部キャプテンがすごい言ってたんで、なるほど、はい、そうですね、はい、その目線でやっぱり J リーグでもね、うん、本当に活躍してもらいたいと思いますし、うん、海外のプレイヤーもね、はい、あの本当に、プレーをして、はい、まあ、それが日本代表のこの強化につながると思いますね、うんうんうん、はい、やっぱ代表としても活動できるのは、まあ、12月岩選手権、まあ、ちょっとねメンバー変わってきますし、うん、あとね3月はちょっとどこと対戦するのかっていうのも楽しみですよね、うん、まあ、仮想どこどこに多分ねワールドカップシフトになると思うので、うん、はい、でもう5月はもうメンバー決定してっていう段階なので、うん、本当にもう3月が勝負ですよね、選手たちにとってはね、FC東京から誰かお願いしますお願いしますって感じで祈ってます。高木選手もね、はい、村井選手も追加で入りましたし、そうです、あとはね、あの、はい、元ね FC 東京のね中島翔也とかね、そうですね、いいですね、今食い込んできてほしいですね、まあ、本当どういうメンバーになるのかね、非常に、まあ、そういうハリル・ホジッチさんって結構、ね、うん、大抜擢ね、井出口選手とか、まあ、井上選手がね、うん、する監督さんなので、はい、そういうところも含めて我々もちょっとね、ドキドキしながら見守りたいなと、はい、はい、思っております。では特集は一旦ここで締めさせていただきます。ではここで CM です。
はい、本日はですね、日本代表応援ウィーク、デイ1ということで、うん、エンディングのお時間が、来てしまいましたけども、あっという間でしたね。あっという間でしたね。まだまだ話したいなくて、はい、あの進行の僕ももっと喋りたいみたいな、ね、感じなんですけども、みんな喋りたい、はい、そうですね、はい、まあ、本日、じゃあ川内さんいかがでした。はい、いやー、なんかね、関さんのね、隣でね、取材していた立場だったので、また取材するかもしれないですけど、ね、そうですね、はい、その時はまた、よろしく、はい、こう厳しく、あの、質問したいと思いますので、この雰囲気だとね、ちょっとね、もうちょっと厳しく、はい、言っていきたいと思います。はい、では関塚さん、本日、まあ、番組はね、あの、サッカーキング2回目のご出演でしたけども、まあ、今回日本代表中心にお伺いしましたけども、どうですか。まあ、あの、本当にワールドカップね、組み合わせが決まって、また一段とね、興味がこう高まって、そうですね、まあ、来年にね、向けて本当楽しみだなというふうに思いますね。はい、では本日ありがとうございました。では、明日の番組の、告知でございます。よろしくお願いします。はい、明日夜9時からは秋田豊と本番ガチ予想、ロシアワールドカップ第一戦、日本対コロンビアの勝負の行方ということでですね、フランス日韓ワールドカップ日本代表の秋田豊さん、サッカーライターの北条聡さんをゲストにお迎えして、日本のグループステージ初戦コロンビア戦をピンポイントにマニアックに分析します。 MC はサッカーキング編集部新平さん、そしてスーパーガールズの志村里香ちゃんです。ぜひサッカーキング YouTube チャンネルを登録してご覧いただきたいと思います。はい、まあ、本日はまあ全体的な話を伺ったんですけども、はい、まあ、明日は、コロンビア戦、でその次セネガル戦で、うん、木曜日は、ポーランド戦ということで、まあ、よりその国にちょっと特化したような感じで、はい、いろいろと展望していきたいなと思っております。そしてですね、金曜日のゲストがここで、先ほど決まりました。よかった、決まった。発表した段階の時はシルエットだったんですけれども、はい、こちら、後ろに、画像出てますけれども、金曜日は久保達彦さんに、ご出演いただくことになりました。はい、ドラゴンすごいな、ドラゴン人形すごいですね。コメントの量が凄まじいですけども、とりあえずドラゴンって言っとけばみたいな、はい、金曜日はね、E1 選手権、次の日に日本代表ね、はい、試合あるということで、まあ、そちらの話中心にしていくんですけども、久保さんは E1 選手権で、まあ、旧東アジア杯で得点王になったことがあるというような実績もありますので、うん、まあ、そこら辺の、お話を中心に聞いていただき、いきたいと思っております。はい、というわけで、まあ、今週はもう毎日ありますので、はいはい、ぜひまた皆さんご覧ください。あとはね、毎週、あ、すいません、毎日お昼12時からも、うん、サッカーキングハーフタイム放送してますので、また明日僕出ますので、はい、皆さんぜひ見ていただけたらと思います。今週はね、はい、昼夜でたくさん、うん、サッカーキングチャンネルで、お楽しみいただければと、はい、思っております。では、日本サッカー応援ウィーク Day1 ゲストは、ロンドンオリンピック日本代表監督の関塚隆さん、そしてサッカージャーナリストの川地義行さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ここまでのお相手はサッカーキング編集部のミシと立花ゆりかでした。はい、というわけでまた明日もご覧ください。さよなら。さよなら。